FM93.0AM1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様、どうも中川家のレイジでございます。剛です。今週も始まりました。始まりましたか、ね、ザ・ラジオショー。今から1時過ぎましたね。過ぎました。3時。これ始まる前にね、インスタ用に写真撮る言うて、あの番組のやるぞって感じでって、そんなラジオちゃいますから。確かに。あのもうおっさんのラジオなんで、あのガッツポーズして写真一応撮ってます。そんな僕そんな人間違うもん。まあ写真はね、そういう風にやった方がいいとは思うんですけど、なんか違和感があってね、自分でね、こうガッツポーズして自分がこう嘘ついてんなって思って撮ってるんですよね。やるぞみたいな。やるぞって感じでってよくね、写真とか撮るとき言われるんですけど、言われるね、よくそんな人間じゃないんですよく言うんですけど、カメラマンさんの方、はい、全然ウケないんですよ。いや、じゃなくてやってください。やるぞー、ガッツポーズでよし行くぞー、僕を襲いかかるようにどうぞーみたいな。もう嫌なんです、僕あれが。もうそんな人間じゃないんです僕。でもそんな人間じゃない剛君と僕が今あの番組のインスタに今ね写真が投稿されましたんで。よくロケとかでもあるでしょ、うんうん、じゃあここで楽しみの、うん、こけしに絵を描く体験をとかようあるやん。で俺そんな人間ちゃうねん。そんなこけしに絵描いてうだうだ言うような人間じゃないのさ。あれ辛いよな。まあ辛い。わし体験とか。ええー、ねんで悪いって言ってないね。で、僕らにはそれはまだ早いって。早い、そうね。そういうの見て、うん、こうね、コメントできるような人間でもないしね。桜の、うん、花びらで押し花をみたいなロケとかもきついね。そんな年じゃないから。よ、よう言ったね、そういうロケは。無理やりすぎんね。もう違和感が半端ないから。うん、そうね。そうなんですよ。ほんまにね。まあでも、ほら、高校の時とかはそんなことなかったもんね。どっちかってガッツポーズ。いや、そんなやれへんや。和紙体験とか。いや、まあやれへんけどね。こけしに目を描くとか、そんなやれへんけどね。わーわー遊んでるだけですからね。まあ、何よ、そうなんですよ。この間もう、あんまり野球に興味ないけど、もう、あんまりにもわーわー言うから見てましたけどね。あ、見た。また名前出てきて。忘れてるやん。千葉ロッテマリンズ。斎藤って全然千葉ロッテマリンズの佐々木朗希投手。朗希投手。はい。若干20歳。朗希投手が、はい、8回まで投げたんですか、うん、そう。8回まで投げたんかな。で、100球ちょっといったんかな。いや、それはええねんけど。そんでか、監督が9回までは投げささんと。うんうん、はい。はい。大事な腕壊したらあかんから。まあ、そりゃそうですね。肩壊したらあかんからということで。うんうんうん、で、それでな。うん、ちょっと、表の方中継ちょっと見てみましょうってニュースでやってて、うん、ゾロ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 お客さん出てきてんのよ、うん、ああ交代してか、最後まで投げさせへんのやったらもう見いひんわって、うん、あんな、うん、そんな冷たいの野球のファンって。あの意外と地獄やな。俺やほなあの相手はどこやったんですか。あの時相手どこやったかな。赤忘れた。日本ハムちゃう、日ハムかな。日ハムでしょ。日ハムや。そう日ハム、そうそう日ハムのボスでしょ、うん、ビッグボスね。ビッグボスと、うん、そう佐々木朗希、佐々木朗希でしょ、うん、それでも変えるもん。変えるやっぱり。もう冷たいわ俺、ああいうの嫌やわ。まあまあね、そうそう、まあできたら最後までね残って。冷たくない。いや、まあ冷たいと思う。で俺らで言ったら劇場で最後の一組でば帰る感じでしょ。そう。だその後出てきたピッチャーがかわいそうやな。ほんまやで。空気ガラッと変わるから。でも、あの、選手ももちろん分かってるんでしょ、ゾロゾロ帰ってんな、みたいな。見えるんですか。見えるらしい、あれ。うん。うわぁ。やっぱ一緒で。僕前もなんか付き合いで、うん、前野球行った時にね、うん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 、まあ、どことどことは言われへんけど、はいはいはい、どっちかのチームの攻撃の時だけみんなタバコ吸いに行くの、うんうん、そう。俺、それ見てびっくりして。そう。ほんまに。こっちの攻撃見てもしゃあないやろ、みたいな言うてみんなタバコ吸いに行くの。そう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 。え、冷たと思って、うん、だからほんまの野球好きとそこのチームの、あのファンっていうのが結構こう真っ二つに分かれたりするね。で野球好きの人はほんまに見てるよ、それは。大体そんなことするんやと思ってもう、うん、もう大嫌いになって僕野球は。そういう不公平な感じ。なんかそんな、うん、ちゃんと最後まで見てあげてほしいな。かわいそうやな。劇場もたまにあるよ、一人二人シューッと帰っていくのな。どこ行くんですか言って芸人やから言うけど、ほんまは心の中ものすごい寂しいから。
うわ、俺ら出てきたら帰られたみたいなあるもんね。あれ辛いよね。野球選手はそんな言うわけいかんもんね。おいおいとか言ってね。うん、なんかすごい大変やな、スポーツ選手もね。ああやってあの記録出した。あ、うん、それともう一人、もう全然出てけへんねんけど。どれ海外でやってる。大谷翔平。大谷翔平。うん、大谷翔平もなんかね、うん、ちょっと、今なんかあんまりそんな調子良くないんかな、そんな。ちょっと一球ちょっとガーンとヒット打たれて。はいはいはい。完全試合したかったけど、うん、ちょっと無理やったけど、うんうんうん、みたいなことインタビューで答えてましたけど、はい、そんな、ええやんな、そんな、まあ、どうでしたかってあんな。聞く？いやもう、ね。そら完璧じゃない時もあるやん、スポーツ選手だって。いや、まあそりゃそうよ、そんなね。生もんやから。いや、なんか期待されてるのは分かったんですけど、うんうんうん、みたいな言ってた。なんかすごい、スポーツ選手ってプレッシャーがなぁ。ほんまに。だからもう結果出えへんかったら、ほんまにゾロゾロとやっぱ変えられる。うん、それで、ブーって。いや、ブーやねんな。そんな、かわいそうな、そんな。野球選手きついな、芸人よりちょっときついですね。きついと思うわ、多分。ほんまに。うん。それを見ててね、いろんなスポーツを僕ちょっと今、はいはい、YouTube だなんだで、サッカーなんか、うん、海外なんか殺されかけるもんね、うん、負けたら。そうそうそう。車燃やされたりね。うん、いや、怖いわ。いや、怖い。芸人である受けへんかった思って帰るときに。怖いわ。どうする背中燃やされた。いや、もう嫌や。お前全然今日思んなかったん、金返せって。そんなんすごいよね。いや、すごい、スポーツ選手は。いや、サポーターっていうのは、ああいうのは。うん、そうそうそう。なんかよくわからない。海外行くと余計強いもんね、そういう思いがね。もうそうかも、うん。あとはもうその流れでいろいろ見てたら、うん、女子プロレスっていうのが出てきて。プロレス？あ、はいはいはい。ブル中野さんって僕ら、のちょうど世代の時は極悪同盟ね。極悪同盟。はい。ダンプ松本さん。ダンプ松本さんとブル中野さんが、うんうん、その当時のこと振り返ってトークしてるやつ知ってる？見てんの？ブルチャンネル。ブルチャンネル見てんね。皆さんぜひブルチャンネル見て。面白いね、あれ。ちょうど1980年にか、年代に活躍した女子プロレスラーさんね。はい、そうそう。まあ、北斗晶さんはその後ですけど。後ぐらいやね。ちょっと後ぐらい。で、フラッシュギャルズって、ライオネス・アスカ、長与千草、はいはい、ダンプ・松本、この3人同期なんですよ。すごいな。全然興味ない思ってたのに、そんな。もう今、びっくりしてるわ。同期やけど、ダンプ・松本は悪役に行き、そう長与千草、ライオネス・アスカは、まあ、ベビーフェイスやつね。ベビーフェイス、正義みたいな、正規軍で、正規軍みたいな、でこれで同期で入ってとね入ったのに、これ別れて戦う8年間戦ってんて。あ、そうなんや。そこまで見てへん。あ、そうなんや、うんうん、でもその間話もしたらあかんねんて。めっちゃ仲いいねんて本当は。あ、本当はね。で話もしたらあかん、うん、すれ違ってもあかん、うんうん、横におってもあかん、うん、もちろん喋ったらあかん、うん、あとお酒あかん、タバコあかん、うん、男もあかん、うん、男もあかん、うん、外で歩くも飲もあかん、うん、あ、そんな制限。それをさ、ダンプ松本さん8年間続けてきて、でテレビに出れば出たで、うんうん、タレント俳優をしないで、はいはいはい、落とすみたいな仕事、はいはい、で、実家に帰ればガラス割れてる、うん、で壁に落書きされてる、はい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 、で、うん、お母さんにいたずら電話かかってくる、ね、うん、実家も逮捕で実家帰ったらサインしてくださいって言われんねんって、ダンプ松本さん、うん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 、それでも、うん、うるせえ、面倒くせえんだよって言わなあかん、あかん、あ、そうそう、それを8年間耐えてんて。いや、すごいな、うん、ほんまキャーキャー言われたかってんてなんでこんなブー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 言われて最後の引退試合、はいはい、を見たんよ、うんうん、ダンプ松本さんはもう最後までヒールや、うんうん、でもフォーク持ってん、あの相手の選手またもう引退やって言うてんの、うん、まだこうナイフでフォークで頭ガンガンいくわけ、うん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 、でカンカンカーンって終わったら、うんうん、ってダンプ松本もう8年間溜まってたものがうわ吹き出た。長与のちいちゃんとライオネスアスカちゃん、いじめてごめんねってうわぁ、ライオン話やなぁ。そんな、もう涙出そうなぞ、それ見て。だいや、か、いや、か、プロというか。うん。徹底してんねんな。ちいちゃんって言ってたからね。ちいちゃんや。ほんまに同期やんそう。で、ダンプ松本さんって本当は正規軍に行きたかったよ。行きたかったんけど、うん。すごい、ぽっちゃりしてて、うん、目がつってたから、もうお前は悪役や言われてて。うん、うん、うん。で、そっからヒール役に徹してな。徹して、そうやな。うん。うん、で、笑うこともあるやん。いや、まあ、そらな。うんうん、似合って、うんうんうん。それでも怒られるんだよ。お前笑ったのかみたいな。うわ、厳しい。だからもう、ずーっと。
帰る時ももうバスにみんなファンが手振んねんけども、うんうん、手振らへん。振ったは手振ったは怒られるから。怒られんやろね。喋ったあかんとかね。いやーなんかプロのスポーツ選手やなーって。すごい。8年もよう我慢したなと思って。いやいやすごいよ8年なんて長いよ。いろんなこのテレビも忙しくなってさ、はいはい、うん、であの、うん、芸人をしないで襲ったりね、はいはい、でな あるなんかの番組で、うん、中村雅俊さんがおってもう行ってくれ言われてんで、うん、ただそれだけ唯一ダンプ松本さん断ってんで、うん、大不安やったから、うん、あそうなんや、中村雅俊さん、うん、近寄れませんって、うん、それだけは勘弁してくださいってかわいそうじゃない。かわいそうよ。その乙女心をさ、うん、そんなさ、でも中村雅俊さんを市内で行かなあかんってどういう流れで行ったらいいの。なんかちょっと驚かしてくれみたいな。寛平師匠のあの杖やないけども。はいはいはい、出てきた時の、うんうん、なんかすごい切なかったな。でも、まあ、でも結構やっぱ稼いではってもね、あの時って。そうですよ。ね、ボルさんも。ほんであの、うん、昔のプロレス見たらフジテレビやねんな、ゴールデンで。あ、はあはあ、で試合の日程流れてくんねよ、うんうん、毎日やらせる。栃木、群馬、千葉、北海道、大阪で死んでまうで、あんな毎日試合予定が。でもまあ満杯やねんけどね。ああ、もう人気やったからね。で結構バス移動やったりとかするもんね。全部バス移動で全国の新幹線とかそんなめったない言うて、でバスの中でももう喋れへんねんって後ろ座って、はい、うんみたいな。ほんまちゃうのに、ほんまは仲いい。辛いな。一緒にご飯食べたかったのに、うわ一緒にご飯食べるのもあかんかった。うわすごいな。もしそれ見られたらということで、すごい徹底ぶりやな。でも辛くて最初のはもう脱走したりしたらしいわ、うん、脱走話ね。脱走プロレスのようあるからね、これ。電車賃がないとか言ってね。そうそうそう、そうエピソードね。いやあそこまで徹底すれば、うん、まあね、うん、今でこそね、うん、今はそんなことないですけど、ないやろ、うんうん、まあ普段、うん、ほんまお前ほんまそんなに寝ちゃうやんけっていじる感じになってしまってるけど、うん、今はね、うん、今ね、80年代ってそんなないもんね。80年代もう徹底してたらしいよ。はあ、でもっとダンプみたいに太れ太れって言われて、あ他のあメンバーも、うん、悪役は悪役ね、うんうんうん、で次ブル中野、ブル中野さんも、はい、正規軍の方になりたかったのに、うん、なりたかったけど悪役になれ言われて、うんうんうん、変ななんか雷みたいなマイク、あのメイクメイクしてな、髪の毛半分剃ってとか。あったもんな。すごい女の子やってんて、性格。そうやな、今の YouTube 見てもたらわかるけど、せやもんね。そうです、ね。もうブルーさんはすごい女性らしい女性っていう。そうなんですよ。オープニングもね、YouTube のオープニングも。そう、キラキラキラーンっていう。そう、バラの花がパーッ。ファー、ファーみたいな。結構ね、女性っぽい方ですから。あと人見知りの選手がおったりね。せやのに、この野郎って言わなあかんかったみたいな話もあって、なんかこう、切ないな。いや、確かにね。いや、もう、まあ、せやそう。いや、恋人もいたけど、全然もう、うんうん、仕事で会われへんかったみたいな。ああ、なるほど、話してましたわ。でも、ああいう人らも言ってるけど、あの、新人時代のお金ない時が一番楽しかったいう話を。あ、言ってました、言ってました。シーチキンをみんなで取り合って食べたね、みたいな話をして。すごい可愛らしい顔して。グラサンしてさ、メイクして、メイクして、ね、もう、切ないわ、言うて。いや、ほんまな。いや、なんかあれがプロの辺やろうなと思って。ね、ほんまにね、もう、モテるモテんであった、なんかメール来てんすけど、うん、東大阪市の純子さん、先日メッセンジャー黒田さんの YouTube、黒谷に、チュートリアルの徳井さんがゲストで出演されておりました。うん、モテたい芸人の話になり、黒田さんが中川家の二人も女にモテたいっていう匂いが一切せえへんと話されていて、すごく納得しました。お二人は、今までモテたいと思っていた時期ありましたか？学生時代は少なからずあったでしょう。モテたいっていうそんなあんま感覚なかったなかった。ああ、そのまあ言うたら若手時代ね、言うたら二丁目劇場とか言って出てる時はもうそら来んのは女子高生ばっかりやもんね、中高生大学生とかね、まあでもなんかねちょっと大きめのパーカー着てみたりとかしましたけどね、僕でも。僕そんなモテたいっていうそんなこと一切思わんかったな。思ってんか。あ、まあ、そうか、別にそれがあかんかったのかな。
あんまり人気なかったもんな。まあ人気はなかったね。うん。なんかちょっとでもモテたいみたいな空気出したら、大体みんながこう集中攻撃でそいつをいじるみたいな。いじる、モテようとしてるやろみたいな、みんないじってましたもんね。そういう意識はあまりなかったですね。そうか。まあね、でもまあほんま女の子ばっかりやったもんね。そうです、女の子ばっかり。ねえ、お客さんがね。それがあの去年ぐらいやったかな、うん、来たんですよ。その時、追っかけをしてくれてた女の子が。ほう。もう俺の一個下やね、うん、でも50歳やね、50歳ね、うん、覚えてますか言って、うんうん、あの時あの、うん、あ高校、うん、あ大学時代追っかけしてたのに、うん、おお言って、うんうん、何してんの、いやちょっとあの今部下を引き連れて歩いてます言って、うん、ええー、ちょっと今もう部長やってまして結構すごい会社の、で追っかけやってたもんな、自分言って。いや、うん、あまりちょっと大きい声で。つついてほしいな。部下がいるんで。いやいや、そんな人もたまに来てくれますよ。NGK に。覚えてますか言うて。ああ、そうね。当時高校生やったもん。はいはいはい、子供連れてね。あ、子供、まあさ、おるかさ、当たり前よな、ほら、これお母さんが追っかけてた人やでって。無理やり写真撮らされて。いやいや、子供もなんでなんでこんな人追っかけてる、お母さん何この人って言われて、お母さんが追っかけてた人やから写真撮ってもらいなさい、あるねそういうのね。なんかもうそんな年になりましたけどね。なったね、ね、昔はひどかったですけどね。昔の女子高校生は強かったですからね、強い、今みたいにきちんと座ってないですからね、うん、面白くないとかはっきり言われましたから、言ってた、うん、もういいとか結構すごいな、ほんまに。結構残酷な女子高校生が多かったですよね。ほんまに言うことは言うてたもんね。おもろないってね。おもろないって。はっきり、うん、あの目の前で言われましたからね。人気なかったら劇場出たらほんま道開いてたもんね。道開いて落書きされますから。彼に。全然今日おもろなかったとか。その高校生が堂々とマジックで書いていきますから。書いてなんまに。二度と出すなとかね。そう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 。死ねとかあったからね。今の高校生そんな、いや、うん。そんなん書く子おるんかな。いや、おらんのじゃ絶対。で、行儀やろし、もっと。行儀やろね。あぐら書いてたもんね。劇場下ね、下に。どうもろなかったら下向い、下向くっていうね、うん、ことを、あがからさまにやられましたよ、ね。やられたもうそんな女の子たちももう40代ぐらいですよ、多分ね。今そうね。うん、うん。主婦になってると思いますよ。ねえ。うん。いや、でも、あえて追っかけてやっぱ女の人なんやね、一生懸命やんのって。そうやね。あれやっぱりまあ、よく言われますけど、うん、逃げへんかったら追っかけへんらしいけどね。そう、逃げるからやっぱ追っかけるっていうなんかこう心理が生まれるらしいですけどね。そう、本能みたいな。逃げてくれなあかんねんって、スターは。スターは、うん、近寄ってきたらあかんねん。あかんのか。逃げてくれなあかんねん。ギャーって追いかけたいな、女の子はね。その人捕まえたいんや、そこ。追いかけてきて家着いたことあったけどね、僕の。追っかけちゃうやん、もうこれ。もう家ここやねんけど。もう家も完全にバレてたしね、あの当時。みんなそうね、みんなバレてたよな、ほんまに。ジュニアさんなんか開けたらおった言ってたからね。いや、追っかけなあかんやん。入った、追い越して入ってきたらあかんやん、家。って言って。すごい時代、ありがたい時代というか。うん、で短すぎたよね、だからね。身近に、うん、うん、普通にあれ、なあなあ、みたいな。そうそうそう。慣れてきたらね、4回目ぐらいになったらね。ジャニーズの追っかけとかちゃうから。そう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 。ああ、所詮お笑い芸人の追っかけですから。なあなあ、うん、何のネタするん今日。あ、制服着た高校生に。そうそうそう、何するん、あ、今日ちょっとまだ何も決めてないけど。へえ。家でこの間と一緒にやったら。あ、わかりました。誰々さん入りましたとか。で超若手が通ったらさ、うん、サインして、サインかける、うん、もう。とか言われて。俺らもう出たての頃。もうかけるようになった、かけるようになった言うて。言うて。サインしてもらうから。はい、わかりました。まあまあね、うん、身近ななんかこ う、サークルみたいな感じでしたよね。うん、そうね、ほんまにね。誰も守ってくれへんし。そう。警備員なんか笑ってるだけやから、ね、あの当時ね。おばあちゃんやったよ、おばあちゃんって。弱いわ、もうおばあちゃんに近いおばあちゃんやって、警備員が。そうそうそう。でも、見に来る女の子にみんなそのおばあちゃんもシールペタペタ帽子に気づかん間に貼られてさ。で、おばあちゃんも気づかへんねんな。
いっぱい帽子、芸人の名前書いたシールのを帽子にベタベタ貼られて。おもろかったなぁ。ね。今やったらそういうね、みんな人前のとこ行って、こう、人整理するときなんかすいません、すいません、どいてください、すいません。やりますよ、そんな。当時ちゃうかったもんね、ローブも貼ってへんしね。ローブも貼って、どけこらーとか言ってる人おったもんね。社員でね。社員で。どけこら殺すぞとか言って言ってましたからね。エスカレーター登って劇場なんですけど、エスカレーターの一番下のとこに陣内死ねって、あれがもう一番有名な。ありましたね。みんな覚えてるね、やっぱり。はい、あそこいつまでも誰も消さへんな、言うて。陣内死ねだけ全然消さへん。かわいそうにな。かわいそうでした。そんな陣内くんもね、うん、もう今やもう大スターですからね。大スターよ、ほんまや。もうなぁ。いや、ほんまに。割ってもらうなぁ。他のファンの方はやっぱきっちりしてるもんね、あのジャニーズの人でも。最近ほら、駅とかに写真貼ってるやん、そのグループの。うん、ほんなちょっともう3、4メーター離れてずっと眺めてるだけ。昔やったら盗んでるやろ、盗んでる。僕なんか自転車普通に盗まれてましたからね。パンクさせられたりね。それほんまにファンか、それ。自転車盗むって。ただの窃盗やろ、もうさ。佐渡、自転車でこれ、芸人もね。芸人も芸人やねんけどやな。しょうがない自転車しかないんやから。そう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 、交通手段が。だ帰りさ、帰ろう思ったらサドルだけないね、座るとこ。はいはい。そこにあの、フィッシュバーがポンと置いたんですよ。裸でポンって。座れるか言って。なかなかな、洒落たことする。センスはあんねん。その当時はちょっと悲しかったけど、今考えたら面白いやん。面白い。椅子の代わりにフィッシュバーが置いてなかなか洒落たことする。そうやな、みんなやっぱタバコ持って待ってたりとかな。みんな芸人がタバコ吸うからその銘柄を買って。まあ今あかんで、そんなタバコなんかな、買ったら。買ったらあかん。だって買われへんやん、子供って今タバコなんかも、はい。うん。ただただ普通に500円っていうのあったけどな。え？何それ？大丈夫ですかって言って。知ってるからお金ないの。ないの。ほんださ、神戸にも劇場あってさ。あった、昔ね。二丁目劇場、難波から神戸まで行くのにさ、そこずっとついてくる女の子がおんねん。おうんうんうん、なんやねん、うん、どこまでついてくんねんと思ったら、うん、ちょうどかあの切符買うとこで、うん、神戸に行く切符買うとこで、うんうん、お金ありますかってもうおかんやんはい、ありがとう、ありがとう、帰りの分帰りも帰られんでしょ、どうせとか、どうせとか言われるから、ね。いや、優しかったね。優しかったよ。厳しくもあり、優しかったし。優しかった。お母さんみたいなファンでしたね。そこで1万円渡すとかちゃうもんな。500円。500円。ちゃんと三宮まで行く、大阪から。三宮まで行こうかも、もう、もう2週目、3週目なったらもうその女の子探すようになるからね。切符売り場で。あれあの子今日500円も。お前自分で稼げよ。いや、ほんまなかったもんな。よう、みんな自転車で新大阪来てたりしてたもんね。で、そっから新幹線はチケット出るからとか。言ってましたよ。ね、うん。ほんまに。うん、新大阪から難波って結構あんねんけども。いや、本当にね、うん、そういう、あの、厳しくもありね、はい、まあ、優しい、うん、お客さんでしたよ。もうそれじゃもうね、今も家族持ったりとかいろいろね、やっぱりして。やってるでしょうね、そら。うん、その、なんやったらその女の子らの娘が、うん、ね、劇場を通ったりしてるかもしれないですよ。あ、そっか。もっと下の世代の芸人さんを追っかけたりとか。まあ今のところ2世代っていうのが多いですけどね。たまに来てくれる NGK とか。ああ。追っかけしてた子が子供連れてみたいなことが。その子供もなんか芸人さんが追ってみたいな。そう。好きな芸人さん。そう、追って。どんなお母さんはこっち、うん。で、あんたはこっちみたいに見に来てる、そういう見方をしてる。人も多いですけどね。なかなか難しいですわ。いや、まあ、ね、熱狂的なのはね、やっぱそういう人おるから、まあなんか盛り上がんねやろうけど。劇場の横がマックやったんよ。うん、あ、そうそう。で、劇場入ろうとしたら、うん、こうやって呼ばれんねん。あ、ファンに？あの、女子高校生。女子高校生に。つよしさん、つよしさんって。うんうん、え、何、うん、どうする、何食べるって言う。食べてへんねやろ、どうせって言われて。もうほんまこんな口調やで。食べてへんねやろ、どうせ。ほんで、なんちゅうフィッシュバーガー。フィッシュバーガー、フィッシュバーガーあとはあとは何ですおかんやがな。ほんで、フィッシュバーガーって答えるなよ、ほんで。ありがとう、言って。それでいける？いける。いける、いけます。
情けない。ロッテリアとな、二つあったから。そう、ロッテリアともう、そのね、ロッテリア、マックをそう渡そう、渡そうとして、ま、劇場の下でみんな待ってるわけよ。見てたね。うん。プレゼントがちゃうもんね。食べ物やもん、その、すぐ食べるようなもんと。そう、もうだからすぐ、何、動けるものね。うん、その身になるものをくれるわけみんな服とかねそう服ちょっとした舞台衣装みたいな舞台衣装ねこれ着てください言ってみんな楽屋入ってきたらすぐ袋開けて着ててええかすぐもうバリバリバリもう服がないもんやからないからあこれよありがたいわありがとう言ってねともそこで全部揃う場合あるからさあるあるスーツっていうのはあったしね。え？スーツ。そんななかったあったあったあった。すごいね。もういつもそんな変な格好してるから、スーツどうぞとか。自転車もあったしね、一回。そうや。キーって自転車で後ろ止まって、うわ、誰やろうと思った、うん、自転車どうぞって。もう自転車だいぶ、もう古くなったでしょって言われて。ありがとうございます。ありがとうございますしか言うてないから。全然夢売ってないよな、その当時。夢売って売って売って。ほんま。どんだけ、うん、友達みたいに喋れるかみたいな、はいはい、なんか、雰囲気あったんじゃないのかな、うん、育ててやろうみたいな、なんか感じだったんあったあったあった。ほんま。うん。早いこと売れて。そう。ABC 取って。ABC 取って、で、ABC で優勝して、もうちょっと出るようになって。うんうん、東京出て。出て、みたいな、うん、もう、応援、お母さんみたいな感じだった、うん、本当にね。ほんまね。うん。うん、だから僕も、女子高校生ではないよね、うん、もうだいぶ大人な感じだったですもんね、うん、今の高校生と雰囲気がもう全く、うん、全く違いますね違うもんねほんまにまあある意味しっかりしてたというかこう、うん、ね、うん、ほんまにツアーとかもあったもんねそのファンと行くツアーファンと行くツアーもそうやから、うんうん、そう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 、ね、バスの中でトークしたりもう1時間2時間ずっと喋ったりとかね、うん、やったりなんかしてねでスキーツアー言うてはいはいもうでけへんけどやっぱりほら、うん、みんなファンの子が来てくれてるから、うん、無理やりでもスキーせなあかんわけはいはいはい、うん、あーって滑ってたら、うん、でけへんよスキーなんか、うん、そものすごいプロ級の女の子とかも来てんね、うん、情けないねどうしたんですかって来られるねスキー行ったらシュー滑ってきて後ろからいや滑ってんねんけど滑ってないですよそれはもうちょっとこっち行きましょうか言ってこう棒でやられるんでこうやってそんなツアーある向こうがほら楽しませてほしいのにさそうねそうねなんで芸人のスキーツアー来て芸人にスキーを教えてる教えてお金払ってお金払ってなんで金払ってそんなことせなあかんねんって当時なそういうねそういうなんかこう育ててあげようみたいな、ねうん、助けてあげようみたいなこう、うん、母性が強い感じでした、うん、あの厳しい言葉をかけてくれる、うん、かけてくれるくれましたけどね。くれる。今思えばね。あとね、なんか、お酒は別料金ですよとか言われたら、はんでなーんとかね、いう、そういう声も聞きながらね。そうですね、吉本のもう、怖いところで、はい。現地で急に言うっていうやつね。ツアーに来た女の子に。で、夏なんか海でバナナボートとか言うて、はい。だからもう、芸人、パンフレットに書いてね、芸人と一緒にバナナボートに乗ろう思った、うんうん、来る女の子ら乗れる思うやん。だな、うん、だ海に集まって着替えてみんな現地ついて、はいで、バナナボート乗りまーす言うと、うん、なんか吉本の社員が言うやん。うん、ほんだ女の子はギャーって来るやんか。3000円って言うから。え聞いてないんですけど、聞いてないって言うてないもん。はい、一人3000円って。いや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 。あれもうさすがに俺らも、いや、あかんって、それ。心痛かったもんな、あれ、ほんま。谷川さんっていう人でしたけどね。谷川さん、あかんって、それは。いや、でも、しゃあない。これはルールやからな。まだ仕事やからな。やってんのもな。うん。いや、それはちゃんと、下にちっちゃく書いてあるから。だからそれちっちゃく書かんでええやん、言って、こんな。かわいそうですやん。はい、3000円。はい、3000円。はい、そこ海一周シューンシューンその辺をなそやでいやでもそでかわいそんなんかわいそうやから言うてみんな急遽バレーボールや言うてみんなで遊べるようにねビーチバレーやって、うん、ビーチバレーやってるやんか、うんうん、わーわーどんなこのバレーやってる手が女の子同士でなんか別のグループとやってるから当たんのよ手が、はいはい、な何よみたいになるわけおファンス
砂浜で喧嘩しだすの女の子同士が誰よ今私の頭に。で芸人が止めに来るまあまあまあって仲良しよ旅行に来てんやからとか言ってようわからんわけのわからんツアーですわ。あれは旅行会社としては当時の吉本のあの吉本ツアーズは失格やな。失格失格。あんなもうほんまに、うん、この時代やってえらい目を追ってるよな。きっちりきっちりちゃんと、ね、うん、女の子らのね、うん、5、6人一組で泊まってね、部屋をね、うん、それは部屋を一個一個回っていかなあ、そう、あ、そうそうそう、一応ねやっぱり、ね、うん、それはね、うん、そうやって やりましたもんね。ネタはやらないんですか。そうそう言われんね。言われん。そうそうそう。バスの中でもネタやってくださいって。ああ、そう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 。ね、現地ついてもネタやってください。砂浜でもネタやってください。どこでも。こう別にできますやんネタ。ごねてる子おったね。ネタ 見に来たのに。ネタ見に来たのに。だいたい察してくれよとか思いながらね、やってましたけども、ね。いろいろありましたね。そういう方に支えられて、今やっております。そうですよ。はい。というわけで、2時間30分の生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready?The Radio Show! どうもこんにちは、ザ・ラジオショー金曜日、中川家のレイジです。剛です。はい、このザ・ラジオショー笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツと曜日帰りのパートナー、土曜日はサンドイッチマン、そして金曜日は我々中川家とパートナーはこの方でございます。日本放送東島愛理です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、東島さんが最近サンドイッチマンに勧められて、あ、そうなんです。筋肉マンを読み始めました。何を押し付けてる。長い旅路に入りましたけどね。女の子にはちょっときついんですよね。でもお二人のバイブルっていうことなので、まあ好きですからね、二人はね。チョイさん、レイジさんはあんまり漫画の話はされないですよね。漫画全然読まなかったかな、ね、でもあのポリスストーリーとか、はい、あ、プロジェクト A は、はい、お二人のことが分かると思って見たんですけど、ええ、びっくりするくらい覚えてないんですけど。そうでしょ。はい、印象に残らないっていうのが特徴ですからね。ジャッキー映画の怒られるんだよ。アクションを楽しむ。だから筋肉マンなんかめちゃくちゃありますよ。70何巻っていう風に聞いてます。じゃあもうあれですか、悪役の名前を全部覚えるとか、うん、とかですね。でもやっぱり変な会社で日本放送、うん、その超人の図鑑が当たり前のように本棚に立てかけてあったりして、その図鑑を見ながら、そうか、すぐなんかそんな話になった時に調べるようにね、うん、なるほどね。誰覚えました。テリーマン。テリーマン。まだまだあの初期の頃なんですけどね。ま、そうそうそう。ロビンマスク。ロビンマスクね。あ、それぐらいで知ってますわ。うん、読んでなくてもわかるものですか。あ、まあやってますからね、まあ、テレビで。アニメで。はい。しんどなったらいつも僕らに言ってください。ね、サンドイッチマン注意しておきます。男塾も読まなきゃいけない。うわ、もうちょっと頑張ります。それはないです。きついな。さあ、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマはこちら、長短。さあ、先日の漫才サミットで、まあ、それもサンドイッチマンですけど、漫才が長すぎたということで、うん、本日はリスナーの皆さんに長短を募集したいと思います。長かったこと、短かったことのエピソード、何でもね OK でございます、うん、ね、もう、まあ、僕らやったらトイレ行く感覚が何ていうの、短くなったみたいなとかね、そういうおしっこね、おしっこ、おしっこ行ったこと忘れて、おしっこ行ったりしますからね、夜中。さっきおしっこ行ったわって、おしっこおしっこ言うてる頭の中ずっとおしっこ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 、おしっこしたかな、したくなってしてんねや。おしっこ行ったな、おしっこ行ったかな、誰寝る時に、うん、おしっこしたかな、自分で、うん、自分で問いかけてます。ずっと喋ってんね、うん、ただまあ説教長いとかね、いろいろ
ありますもんね、そういうのね。説教されたら眠たくなるとかいうね、そういうのもあります。また全然関係ないですけど、長いと。そうそう。説教が長いと、うん、目が閉じてくるんですね、人間って。人って条件反射ですか。防衛本能なんですね。防衛本能やね。寝てしまえということですね。何でもいいです、エピソードね、長い短いね、はい、メール、ツイッターお待ちしております。はい、メールの方は ngk@1242.com まで、中川家の頭文字 ngk@1242.com です。今週もメッセージを読まれた方全員と、さらに抽選で5名様に番組オリジナルステッカー4種類からランダムで1枚をプレゼントします。住所と本名、電話番号をお忘れなく。ツイッターの方はハッシュタグ中川家ラジオショーをつけてつぶやいてください。そして公式のインスタグラムのアカウントもありますので、はいはい、お話しされてた剛さんの、ね、はい、やるぞっていう写真が、はい、上がってますからね。あんな見たことないですけど、はい、あんなんじゃないんだ。ぜひこちらもね、はい、フォローして覗いてみてください、はい。そして今日2時台のお客様はお笑いコンビマジカルラブリーさん生登場です。はい、中川家ザラジオショー FM93 AM1242 東京千代田区有楽町の日本放送からこの後3時30分までの生放送です。ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？はい、ダリバーです。最近車に乗る機会が減っちゃって。乗らないお車の車庫代や税金もったいないですよね。ガリバーではお電話1本3つの質問でおおよその査定額がわかります。ぜひお電話ください。 0120-66-4747 66-4747。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン、JR 関内駅すぐ 0120-823-655。 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 どうも、サンドウィッチマン伊達です。富澤です。今週のラジオショーサタデーのゲストは超豪華なお二人。食へのこだわり、この番組でも名言を残しまくった石塚秀彦さん、そして伊達と同じくゼロカロリー理論の提言者、うん、ブラマヤの小杉隆一さん、お楽しみに。サンドウィッチマンザラジオショーサタデー、明日午後1時から。中川家のレイジです。強しです。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、このコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうというコーナーでございます。先週作りました CM はね、中川スイミングスクールの CM でございます。
ラジオ CM でございます。それでは聞いていただきましょう、うん、どうぞ。はい、足つかせ、もう手動かして目つぶらない。先生、もう僕一人で泳げるよ。よし、じゃあ泳いでみろ。見て見て、ねえ、泳げるよ。泳げてへんやんけ。スカパーセーリングスクールキャンペーンやってるよ。かわいい。あ、行きたい。入る入る、もう入会します。こんな可愛い子がおるんやったらキャペやってよ。見てた最後。見て見て先生、泳いで、まあ、溺れてたんですけど、ね、溺れ軽くね。そうね、そうなんですよ。泳げてんやないかって可愛らしい CM。 可愛いですね、ほんまに。あってもいいんじゃないですかこれ、これこのこの CM が、うん、スイミングスクール、うん、溺れてるっていうやつ、スイミングスクール、あった。かわいいなぁ。かわいいですね、お子さんがね、ほんまにね、もう子供出しときゃもう こんなん言うようになりました、我々も。かわいい、かわいい。かわいいなぁ。もうあの、うん、おじいちゃんの方の気持ちになってますから、今。そうね。親じゃないです。かわいいね。泳げないの。よかったね。よかったことあるんです。何でも許してしまう、おじいちゃんみたいになってしまいました。なんか気持ちはわからんでもないね、はい、さあ、うん、今週も来ております。この方、横浜市島根湖製菓、作ってほしい CM は架空のトイレットペーパー、パフィレソフトでございます。特殊な加工で、ソフトな、触り心地を実現しました。いろんな香りの種類がラインナップされております。トイレットペーパーか、トイレットペーパーの CM なんか 見たこともない、聞いたこともないもんね。ないね。あのあティッシュはあるけどね、ちょっとグロいですもんね。トイレットペーパー紹介しようとしたら、うん、やっぱトイレが出てきてしまいますから ね使う用途がね。ラベンダーの香りとかバラの香りとかジャスミンの香りとか、シングルダブル、あ、まあある、うん、不安な方は、うん、トリプル。トリプルないな。トイレットペーパーの3枚ない、あ、ない、分厚い3枚重ね。いいんちゃう、それでカラ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 、うん、吹き心地最高、いい香り、うん、ジャーって流れて、うんうん、でまたカラカラカラ。いや、終わったんちゃうんかい。それよ、だっていい匂いなんだもん、りんちゃん。いい匂いなんだもんはまだお子さんでいいですか。お子さんではない、ここは。だっていい匂いなんだもん、あの子供、もう子供、全部子供でもええんやけどね。子供出しとくや、間違いない。女の子か男の子かだけ、どっちか。女の子が可愛いかな。ラベンダーの香り、バラの香り、ジャスミンの香り、シングル、ダブル、不安な方はトリプルで、吹き心地最高、いい香り、じゃー、カラカラカラ。もう終わってへんのかい。だっていい匂いなんだもん。あ、可愛いね、最後。うんうんうん、最後可愛い。いい匂いなんだもん。だっていい匂いなんだもん。うん、流したけど、もう一回流し、はいはい、うん、もう一回カラカラ言うっていうね。あ、トイレどうでしょう。じゃあ行きましょう、これでね。さあ、受付メールアドレス、ngk@1242.com、ngk@1242.com、懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募をお待ちしております。はい、ここで中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。毎月2万人以上の方からご相談を受けています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。長谷園の半島風。ここで東京税理士会所属税理士法人48に送られた50代男性の方からの感想をご紹介。
母が亡くなった3日後、父も急死。急な話で相続の準備はできていませんでしたが、父の作った財産目録があったので、最初は自分の力で相続手続きをしようとしました。しかし相続は難しく、もたもたしている間に申告期限ギリギリに。そんな時、相続税の CM を耳にしました。電話をしたところご対応いただき、期限前日に申告できました。税理士は敷居が高いと思っていたのですが、事務所の雰囲気は良く、料金も良心的でした。また、依頼後私がやることは特になく、ただ完了の電話を待つだけ。こんなに簡単なら、最初から丸々と依頼すればよかったです。その上、期限ギリギリにもかかわらず、数十万円の節税までしていただき、今回の費用を支払っても得になりました。ただ、もっと前から相談しておけば何倍も節税できたので後悔です。これから相続がある方は、一度相談した方がいいですよ。相談だけなら、ただですし。このように相続税は、申告と対策次第で安くなります。まず、相続税の無料診断ダイヤルへ。0120-400-800-400-800。さあ、ここでテーマメールね、紹介したいと思います。テーマ、長、身近でございます。この方、ラジオネーム、獅子舞。最近一人暮らしを始めた大学生です。コンセントの差し込み口が少し遠かったので、Amazon で2メートルの延長コードを買いました。しかし届いたのは20メートルのイベント用の延長コード。お隣さんに何かあった時は電気を分けてあげたいと思います。間違えたよね。打ち込む時に。一回外出してぐるっと前でまた中入れてきたの。一回外出すの、とりあえず。20メートルってまあまあ長いね。すごいよ、この子。そう。いや、間違うよね、そういうのね。まあね、数をね、ちょっとね、発注店やね、発注店。それギターこんな安いんやんって頼んだら、ギターのオブジェやってこ、うん、こんなちっちゃい。ブラピアンメインモデル。ちっちゃ言うて。アマゾンの箱ちっちゃ俺ギター頼んでみた。ギターはギターやけどやな。携帯で見たら分かれへんのか。いや、間違うねん。通販は。うん、なんかパッパってやっと押してしまうから。分かりますね。うん、ねえ、うん。色間違ったりね、形間違ったり、サイズ間違ったりとか。うん、ああ、なるほどね。いろんなもん刺してんねやろな、うん、これな。ほんま気ぃつけんとね、はい、あれ延長コードの時ほんまに。さあ、この方、長野市の毛牛さんでございます。先日美容室に行って髪を切ってもらったんですが、カットの最中は雑誌を見てるのでどのくらいになってるかわからず、最後に合わせ鏡で後ろ髪を見た時に思った以上に短くカットされていることに気づきました。どうですかと聞く美容師さん、短とは言えず大丈夫ですというのが正解でした、うん、ね。あれね、長かったらねもうちょっと切ってって言えるけど、うん、そう短い。笑ってまうときあるね、自分の後頭部見て。あんま見えへんから。普段。どうですか？何これ？と思うけど、ありがとうございますって笑ってまうもんな。こんなことなってもうてるやん、思て、自分の頭。襟足のとこ。襟足のとこ。ほんま普段見えへんもんね、男は。タラちゃんみたいになってるときあんねん。注文多く言いすぎて。向こうも分かるようになってやろうな。ありがとうございますって言ってしまう。ちょっと笑ってしまう、ね、自分の後頭部見て笑う。そうなんですよ。難しいですよね、あんな。いや、むずいよ、これはね。理想の形と美容院さんがやる形とまた違いますからね。おすすめもありますからね。そうですね。そうです。冒険する方ですか、はい、髪の毛は結構。冒険しますか髪型、いろいろ。いや、だからそうやってたまに、がっつり切ってみようかなと思いますけども。笑ってしまうんで、ね。笑ってしまうということですね。はい。はい、うん、この方、文京区のキリンの眉毛さん。会社の事例の文書の短さにも驚きました。3年前の今頃、大阪で働いていた私は、わずか、一問で、東京勤務を命じると書かれた事例を受け取りました。さらに今、この短い書類に人生を左右されてるのかなと思いました。うん、以来、春先のこの季節は事例にビクビクしながら過ごしてます。ああ、そういうのがあるんですね。ね、あっち行け、こっち行け、吉本の中でもありますもんね、部署変わりますみたいな。この短い文章だけでね、うん、あっち行けこっち行け言われるって。日本放送ってどうなんですかね。ありますよ、はがきサイズの事例をいつも。
そうなんですよ。給が上がる時とか、はいはい、役職に就いたりする時とか、うんうんうん、いただくんですよ。へー、張り出しもありますね、掲示板みたいな。ドラマで見るわ、それは。はい、そういうのがある。それがまあサラリーマンというか、会社っていうか、うん、ね、あの人とか生かされたみたいなことも、まあ、きっとあるんでしょうね、競争が。あ、うん、人事ね、はい、もう吉本もね、もうすぐあるみたいですから。ちょっとざわざわの季節ですね。ざわざわですね、本当にね、サラリーマンの方は、はいはい。今日のメッセージテーマ、長短です。 ngk@1242.com までお寄せください。続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは。お伝えします。川崎駅周辺で3年ぶりに川崎アジアンフェスタが今開催されています。コロナ禍で2年間中止だったんですが、今回は感染対策のため地元のアジア各国の飲食店や雑貨の屋台の出店はありません。スマートフォンを使ったスタンプラリーという形で行われています。期間は4月30日まで。川崎駅周辺にはアジア系の飲食店などたくさんありますので、こちらのお店を巡って食事や買い物をしながらスタンプを獲得していきます。集めた数によって食事券や買い物券などの商品に応募することができます。また同時に明日明後日23、24日の土曜日曜、音楽の街川崎アジア交流音楽祭も開催されます。アジア各国の民族音楽や舞踊、各国独自の楽器やパフォーマンスが身近で楽しめるステージです。川崎駅前広場やアトレ川崎など6カ所で行われる無料のコンサートです。50組以上のアーティストの皆さんが出演されるということです。アジアの文化、食と音楽があふれる川崎で4月いっぱいアジアンフェスタ楽しんでください。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。日本放送ラジオリビングで大好評、ブリヂストン高反発マットレス、体全体をしっかり支えてぐっすり安眠、税込みジャスト10,000円、ブリヂストン高反発マットレス。お申し込みお届け返品については0120-1242-86 までどうぞ。時刻は1時52分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク、遠藤さん、お願いします。はい、それではお伝えします。先月3月の全国消費者物価指数は、生鮮食品を除いた指数が2020年を100として100.9 で、前の年の同じ月と比べて 0.8% 上昇しました。これは総務省が今日発表したものです。上昇率は2年2ヶ月ぶりの水準で、前の年の実績を上回るのは7ヶ月連続です。ロシアのウクライナ侵攻などを背景とする原油の高騰で電気代やガス代が上昇した上に、原材料費の高騰によって食料品も値上がりしました。家計の負担の増大が改めて浮き彫りとなった形です。エネルギー価格の上昇率は 20.8% に達し、1981年1月以来41年2ヶ月ぶりの大きさでした。内訳は灯油が 30% 余り、都市ガス代は 25% 余り、電気代は 21% 余り、ガソリンは 19% 余り、それぞれ上昇しました。また天候による価格の変動が大きい生鮮食品を除く食料は 2% ちょうど上がりました。次に、フランス検察当局が日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告の逮捕に向け国際手配したことが分かりました。これはアメリカの経済新聞ウォール・ストリート・ジャーナルが21日に伝えたものです。ゴーン被告はフランスの自動車大手ルノーから数百万ユーロ、日本円で数億円の資金を流用した疑いが持たれています。国際手配されたのはゴーン被告のほかに、中東オマーンの自動車販売代理店の関係者ら4人だということです。それから、引退した寝台特急北斗星の車両をそのまま活用したゲストハウスが今日、
北海道北斗市にオープンしました。鉄道ファンの人気を集めた現役当時の仕様を極力残していて、かつての雰囲気を味わいます。青い2両の車両は、一方はロビーやシャワー室、もう一方は2段ベッドが並ぶ宿泊用になっていて、当時とほぼ同様に使います。宿泊は1人4000円からで、収益はすべて北斗星の保全と維持に充てる方針です。また北斗星を眺めながら泊まれるトレーラーハウスも2棟あるということです。北斗星は1988年の青函トンネル開通とともに運行を開始し、上野駅から札幌駅の間を走行しました。2015年の運行終了後は解体される予定でしたが、クラウドファンディングを使って車両を保存していました。維持費用の捻出のため活用に乗り出しました。おしまいに、アメリカメジャーリーグパイレーツの筒香嘉智選手は21日、カブス戦に4番ファーストで出場し、5回に今シーズン初めての長打となるツーベースヒットを放って5打数1安打2打点でした。一方、カブスの鈴木誠也選手は2番指名打者で出場しましたが、4打数ノーヒットで、開幕から続いていた連続の出塁は12試合で止まりました。試合はパイレーツが4対3で勝ちました。なお、大谷翔平選手が所属するエンゼルスは試合がありませんでした。この時間のニュースは以上です。はい、あの北斗星の、ね、ニュースありましたけど、はい、もうぜひ行きたいですね、これ。はい、泊まれるんですね。そうなんです。これからこういう寝台特急がもう出てこないんでね、こういうの残していただくというのはありがたいですね。遠藤さんでした。ありがとうございました。オールナイトニッポン55周年記念公演、朗読劇太陽の代わりに音楽を2022、5月9日から17日銀座博品館劇場で上演。オールナイトニッポンの制作現場を舞台にしたオリジナル青春群像劇、詳しくは日本放送イベントホームページまで。時刻は1時56分です。日本放送交通情報です。警視庁の小池さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道の内回りが故障車のため通行止めになっています。圏央道の大栄ジャンクション方面からの内回りは、牛久網インターと筑波牛久インターの間がトラックが故障して止まっているため、先ほど午後1時45分から通行止めになっています。外回りは事故のため渋滞しています。圏央道の外回りから関越道の両方向への鶴ヶ島ジャンクションで事故のため、圏央鶴ヶ島インター付近まで2キロ半渋滞しています。高速道路の状況です。常磐道の上り線は三郷ジャンクションで作業のため3キロ半渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に12キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時56分ごろお届けします。さあ、今日夕方5時30分からの日本放送ショーアップナイターは、はい、バンテリンドームから中日対巨人戦です。昨日ね、気持ちよく勝った巨人ですけれども ね、どうでしょうか。はい、解説谷繁元信さん、実況諸岡正夫アナウンサーでお送りします。はい、今週試合前にお送りしてきました巨人原辰徳監督と日本放送の解説者江本武則さんのスペシャル対談も今日が最終日です。はい、そして今週のクイズトリプルチャンスではスーツ押し立て券と現金をセットにしてプレゼントしています。はい、プロ野球中継は日本放送ショーアップナイターでお楽しみください。はい、じゃあメール紹介しましょうかね。テーマ長身近でございます。この方、群馬県藤岡市みっちゃん。私は定年退職後そば職人の修行をしていたんですが、なかなか独り立ちを許してもらえず、そば職人になれるまでに14年もかかりました。とても長かったです。職人の世界はとても厳しいですね。うん、定年退職後の14年後ですか。長いですよ。14年かかった。14年、なかなか長いことかかった。そう、すごい修行してね、14年やから。だいぶあの毎日はやってなかったのかな。じゃ あなんか通いでちょっとみたいな感じ。流行ってますからね、今そばやんの自宅でやったりもしますから ね、 作ってもね、無心になれるっていう。どうですか、お二人も。無理ですね、私は。無理。バーンってあのほらそば粉をドーンってやってる時に何回もドーンやってもあと歌が割れるまでやりそう。頭おかしい。そばができない。こうガラス越しに見てる人に当てたりして。さあ、今日のメッセージテーマ長身近、この後も教えてください。地域の ICT 相談窓口 NTT 東日本、
日本エクスプレスホールディングス、他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から。日本放送ショーアップナイター。はい、ここで中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。毎月2万人以上の方からご相談を受けています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は0120-10-10-10-10。ザ・ラジオショー2時です。午後2時を回りました。中川家の0時です。鈴木です。日本放送東島入りです。中川家ラジオショーは笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分までの生放送でございます。それでは強めろちゃんのお天気でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。今日だいぶこもってますね。お願いします。なんででしょうか。いい天気ですね。いい天気そうですね。本当今日はね、風も全然吹いていなくて穏やかな空気流れています。はい、車の数はそれほどありません、はい、気温の方が 23.6 度、湿度が 64.7% です。はい、はい、さあ、またお便りの方がね、強めのちゃん来ておりますんでね、この方大阪市の方ですね。ブレーキを踏む前に心のブレーキをそうですね、はい、習いましたね、それ教習所で習ったやつです、ね、習ったやつです。教習所ではやらない。そうですか。さあ、間もなくゴールデンウィークが始まりますが、はい、強めろちゃんはどこかに旅行など行く予定はありますか。行きません、私は仕事で。お忙しい。皆さんが休んでいる時こそ仕事だと、はい、負けないぞ。負けない負けない、負けない負けないじゃない、そんな気持ちでやってるのは。私は、まあ、逆にその休みだからこそ仕事だみたいなことがありますので、うん、はい、私の場合。ちなみにゴールデンウィークは何のお仕事ですか。まあ、差し支えなければ教えていただきたいんですけど。車のちょっとあの輸送とか。輸送、はい、水の、はい、中古車とかですか。あ、まあそういった感じですけれども、あとなんかミネラルウォーターの、ミネラルウォーターの、ちょっと分からんようになってきたんで、はい、ちょっとあんまりちょっとね、つけにくいですね、これはね。オブラートに包まれちゃう。あと健康食品の、あの売り買いなどがいろいろ。売り買い両方やってあるんですか。はい、いろいろございまして。あ、そうですか。あ、そうなんです。忙しくバタバタしております。あ、渋滞気をつけてくださいね、ゴールデンウィーク中は。何かありましたら、あの、はい、東島さんも、レイジさんも留守電の方入れといても、折り返しこちらから電話しますので。なんで留守電に入れなあかんねやろか。何かありましたらですよ。何かありましたらですね、はいはい、皆さんが休んでいる時こそ仕事なんです、私の場合、はい、もう みんなには何かピンと来てないようですが。いや、そんなことないです。ピンと来すぎて怖いんです。そうなんです、目がバキバキでいらっしゃる。休んでいる時こそ仕事しよ もう人が休んでいる時3倍頑張ろうと思えば、もうみんなには負けない。負けない。なぜ負けない。自信があるから。なるほど、わかりました。これ一生聞くと怖いのでやめておきましょう、ね、お天気の方お願いします。お天気です。関東地方日差しがたっぷり届いています。この後も晴れる予報です。最高気温は昨日より高く、広い範囲で25度以上の夏日となる予想です、はい、お二人のコントによく出てくる熊谷、はい、内陸では30度に迫るところも。熊谷は4月ですけどね。そうなんです、まだね、暑さに慣れていない時期ですので、はい、屋外の作業など無理をしないようにして、こまめに水分や休憩取るようにしてください、はい。さあ、この後は本日のお客様、マジカルラブリーさんが生登場です。お楽しみに。最近身近な人を亡くされた方へ、相続税の申告はもうお済みですか。申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まずは相続税がいくらなのか無料でご確認を。お電話は 0120-400-800-400-800
東京税理士会所属税理士法人48。はぁ、あ、めんどくさいお風呂掃除に塗ってほったらかしたらカビが取れてるっていうカビ取るですプロ買って塗ったけどほんまかな。いや、ほんまや。使用上の注意を読んでご使用ください。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。 Welcome to the radio show。さあ、この時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。今週はバラエティの人気者スペシャルということで、本日のゲストはこの方々です。どうも、マジカルラブリーでーす。あ、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。なんか始まる前、なんか電話、お互い剛君と野田君、110周年写真撮ったでしょ、みんなで。はいはいはい、その写真、うん、でその写真が今ちょっと、はい、あ、どっから届いたんですが、はい、それを見させてもらったんですけど、野田君に、なんか、うん、怖い絵だなって全然怖くないです。全然怖くないですよね。本当に楽しかったし、で思い出に残る、ね、写真ですけど、はい、かるわ。なんですかね、なんかわかんないけど、なんか怖かったです。俺言ってることすごいわかる。俺すごい。うわ、そうやなって。筆だけさ、何列目にいらっしゃるんですか。2列目ぐらい。2列目。なんか筆で書いた人気みたいな言葉が。なんか、ね、です、ね、ないですないです。そういうわかんないけど、そういう会社じゃないですか。いや、なんかポップですよ。ポップです。POP、はい、ポップなんやけど。ポップなんですよね。なんかちょっと怖いのよ。怖いのよ。なんかね。やっぱうん。わかりました。今って確認しました。全員で撮った写真の。一列目はやっぱり半端ないですね。一列目が、その製造っちゃダメですね。いやいや、そうね、これでも一般の人は見られへんのか、この写真。そうね、芸人ばっかりで撮ってた絵だけで。あれ、あの、前の100周年の時は、うん、あの写真がすごい引き伸ばされて、はい、劇場とかに飾られてたじゃないですか、うんうんうん。あのパターンにはならないんですかね、これは。これどうなんやろ。これどうなんやろうね。前はね、あの、打ち上げ会場で、こう、座敷でみんな。はいはいはい。だあそこに写ってる人が、吉本だみたいな空気あったじゃないですか、あの写真。なんかね、すごい嫌だったです、僕らも、うん、乗れてないんで。ああ、そうか。そうなんですよ。そうか。もういい吉本だったさ。今回相当いましたからね。結構いましたね。社員さんも相当いたし。うん、お前早いだろみたいな人もいたし。お前早いだろ。お前早い。僕らこんなね大変な思いしてここの写真までたどり着いたのに。おい、米田おいっつって。お前もういるのかよみたいな。米田おい。米田は写真にいたかどうか分かんないですけど、でももうエンディングに出てたから、早いだろうね。あれはシャレにならないですよ。ちょっとその時に。でも芸歴順というか、うん、あ、並んです。前から並んで座ってますけど、ね。これがちょっとトラブルがありましてね。トラブってましたよね。感じてらっしゃいました。森山が最前列にいる、はい。森山くんの位置おかしくないですか。森山の横に。こういうちょっと ふざける感じが絶対いますよね、こういう。でもそれって、そうやって言われると思って、めちゃくちゃその最前列の師匠の隣の席から離れようとしてたんですよ、彼は。うん、その、絶対言われるから、もう、お前ちょけただろうっていう。外相か。で、本当に離れようとするから、師匠が本当にちょっとイラッとしてたんですよ、その時。あ、そうなの、はい、お前もうここで、お前ここや、みたいな感じで。あ、なるほど、うん。で、これを広めてってほしいみたいなんです。その座らされてるんだって。っていうのなるほど。自ら言ったわけじゃないんだっていうのを強く言ってほしいみたいな。森山俺の隣に座ってたんですよ、うん、そしたら師匠に僕の後ろぐらいですよ。だから真ん中辺ぐらいには座ってたんですね、はいはいはい、森山と野田は、で僕らが森山と俺しか座ってない席があったんですけども、うんうん、森山が行っちゃって、うん、呼ばれてね、うん、俺が完全にぼっちになりましてほんで一人ぼっちなの、ね、最初一人ぼっちになっちゃって、うん、慌てて、なんか気遣ってくれて社員さんが。師匠が、だから芸歴順に一番頭がおかしい人から順番並んでますからね。
やばい順、その順ですか、やばい順ですね。山田さん分子師匠、今田さん、うん、やばいんですけど、寛平さんね、阪神巨人さんとか凡地様って並んでます、はい、あ、いや、なるほど、ね、伝説でしたね、やっぱね、あ、伝説、まあ、もちろんネタでも出てたよね、ネタと駐在さんの方で出して、はい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 、ね、はい、あと駐在さんもね、はい、駐在さんがね、さんまさんね、駐在さんも出てたし、なんかこう、はい、すごい、あの、滑らせていただいて、滑ってと、はい、滑らせていただきまして、本当に助かって、本当に経験値になりまして、さんまさんが一緒になるたびに、お前ら滑っとったなって言うから、もう、滑ったが確定になっちゃったです、もう、なるほど、巻いてました、あんなにいろんなことを押した、いろんな長くやってたじゃないですか、さんまさん、いろんな各場面長くやってたのに、俺のところだけちょっと巻いたんですよ。2日目見切られました。それ肌で感じた、肌で感じた。なんかみんなだって一人5個ぐらいボノボちゃったんですけど、僕らショートコント3つぐらいで終わったんですよ。早く終わって。まあ後半やったしね、結構まで、そうそう、空気階段がね、だいたいね、滑っても、うん、だいたい滑ってもシャッと吐けてごまかせる部分とかあったり、はいはいはい、滑っても次、うんうん、若手が出てきてすぐごまかせる感じはあるんですけど、野田くん裸でゆっくり履けるとこあったりする。ありましたね。あれ地獄やったよ。ごまかしつかない、聞かないやつですね。だってもう取り返しつかないですから。だってあの、あれ以降僕出番もうないわけですから。滑ったらもうそのまま出番終わりですから。僕の伝説の一日ですよ。台本上裸になってゆっくり履けていくみたいな。うん、2日目ちょっと早かったんですよ、僕、あの時。怖くなっちゃって。ざわ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 ってしたと思うな、裸になった時に。いや、もう、中途半端な。15秒くらい滑ってましたよ、ね。もう分かった、それも。だいたい15秒っていうのが大体。15滑り。裸で、裸で、ゆっくり開けていくのは誰もようやらんと思うわ。いや、ほんま。なんか変でしたね、ずっと。中大さん、僕たち。はい。なんか空回りしてましたね。でも、ああいうの初めてなんやろ、でも。まあ、新喜劇がまず初めてです、ね。ああいうコメディーなコメディーなかなかないので、ちょっと、はい、でもいろんな経験しながらやからね、ほんまに。だって前回1年前ぐらいですか、来ていただいた時よりもかなり忙しいなってるじゃない。はい、そうです。なんか、その、今回やっぱ、チャンピオンがね、その、錦鯉さんで、その、吉本チャンピオンじゃないんで、なんかこの、はい、なんとなくまだ続いてる感じですね。吉本系の仕事みたいなのは引き続きありみたいなところで、はい。レギュラー何本ぐらいやってるの？いや、でも全然レギュラーないんですよ。なんか地方の番組とか、まあ、ラジオとか、まあ、そうですね。村上くんなんかも、かたくなに高円寺のアパート言ってたのも、すぐ引っ越したもんね。そうそう、すぐ引っ越したって言い方やめてください。すぐ引っ越したやん。嫌だったみたいになるじゃないですか、それって言うと。いや、その引っ越して、ほぼ高円寺ですよ、僕住んでる。ずっと高円寺、高円寺って言ってて。うん、高円寺ね。で、ある日、うん、そのオールナイト日本ゼロの帰りに、うん、その、ディレクターが、うん、ちょっと来てください、ね、野田さんって、うん。ちょっとこれ見てくださいって言って、うん、あの、宅地系見せてもらって、うん、行き先が新中野になってた。あそこで事実が発覚した。あいつみたいに言ったでしょ。あいつやってますよって。あいつやってますよって言ったやってるな年下のディレクターに。いや、でも、いや、なんか、うん、別に住めて、うん、寝れて起きれたらいいですから、みたいなことを、ね、素で言ってました。喫煙所で喋ってたりしてて、はいはいはい、それから1週間も畳むうちに引っ越してたから、ね。あれやっぱり便利な。いやいやいや、別に前の家の方がいいですよ。いや、なんで引っ越したんや。いやいや、引っ越したんや。いやいや、住んでます、本当に。そんなもん、本当辛いです、僕も。はい。床暖とか冬辛かったですよ。床暖ついてて。暑いなと思って。やだわと思って。ね、もう風呂入ったらね、なんかスチームサウナついてるな。本当に。暑いしな、はい、霧みたいなのが出てきて、暑いし。宅配ボックスだから。宅配ボックスなんて、あるおかげで、うん、もうその配達員の方と顔合わせないじゃないですか。うん、人と人とのつながりはどうなっちゃうんですか、この国は。青や。青や。いいことなんもないな。はい。オートロックってめんどくさい。あれ、ドア2枚ある必要ないでしょ、あれ。ええことだらけ。ことばっかり。前と比べりゃ、ね、さっきからずっと住んでるとこ。前はね、お湯でなかったしな。お湯でないで、本当に。手荒れます、あれ、お湯でやってたら。人が弱くなるよな。はい、人が弱くなります。僕はもう、水で手固まるぐらいの冷たさの水で洗うの好きだったんですけど、引っ越してはるからね、それでもないと思うでしょ。ああ、そうじゃないな。たらほんまに野田君ジムオープンして、いや、もう本当あれからトレーニングができなかったんですよ。でもジム作ればもうできんじゃねえかと思って、好きだよね、はい、あれからまたちょっと7月にオープンして、うん、ちょくちょく行くようにはなったんですけども、うん、やっぱ細くなりましたね。なった
結構なりましたね。一応だってやっぱり、吉本が一応その噛んでるジムではありますので、うん、そのクリスタルジムっていうものは、うん、やっぱりその芸人が、要はそのフィットネスというかその筋トレを教えてくれるっていう、まあ、コンセプトではあるんですよ。うんうん、楽しく、うん、おかしく、はいはいはい。実際どうなんですか、その辺は。うん、その、マッチョ芸人の最下層が勤めてるもんですから、今、はい、クリスタルジムを、うん。やっぱ面白くないらしいんですよね。こっちが喋り。喋りとか、やっぱそのランキングバトルで一番下の方にいる人らなんですよ。面白くないし。時間があるからマッチョになっちゃった人なんですよ。筋肉的にもプロじゃないしで、もうその。どうしようもないですよ、ね。いいところ、突き抜けたところが一つもない。あの、来たお客さんは無でやってるわけ？もうほぼ無で。うん、無で知らない人ですから、とのね、知らない芸人に教わって、なんかやった気になって帰ってますね。一応あの、社長ですか、野田もやっぱ行くらしいんですよ、たまに。ああ、そう、ね。それはもう M1 チャンピオンが、そこのやっぱりそう看板守らにはいかんって言って、教えに行くらしいんですよ、うん。野田もつまんないらしいです、うん、俺もガチで教えちゃうんですよね。なんかその、もうだって ふざけないでくださいってなっちゃうじゃん。面白い人一人もいないらしいです、クリスタルジムには。笑い声が一つもない。笑い声が一つもない。ただマシンの動く音のみが。鉄と鉄がぶつかり合うとのみに聞こえてるみたいな。普通のジムの方がまだ楽しいです。弱普通のジムですね。だから筋トレでふざけるっていうのはできないっていうことを気づいたんだ。そうですね、やっぱもう真剣勝負だなって。そういえばボケ長かったな俺って、筋トレ中今思えば振り返ってみると筋トレ中ボケてないなと思って、まあ、それはそうなるかと、うん、危ないしね、ボケたりするとね。そう思うとね、あのもう野田くんと筋肉くんが、うん、あのデッドリフトっていうのをやってる、はい、対決がありました。 YouTube を見たんですけど、はい、全く笑えないんですよ。ちょっと待って、デッドリフトってどんな感じのやつ？床にある重いバーベルを引き上げるっていう、うん、でどんぐらい重さ引き上げれるかみたいな対決しまして、ワーとウォーしか言ってない。あの上げた後拍手です、ただお互い拍手、つまんねえな。やっぱ筋肉イコール笑いっていうことにはならないんですよ、ね、筋トレってやっぱ芸人ダメですね、うん、人を芸人つまらなくさせますね、うんうん、ボケなくなっちゃうんですよ、ね、そうなんですよ。うんうん、危険っていうのもありますから ね、まあ、ね、やっぱりね、ふざけちゃうとね、うん、危ないですけど、うん、やっぱ真剣に取り組んでしまうっていう、ついついね、なんか身になってしまうんでね、うんうん、だから笑いもっていう歌い文句をやめればいいね。もうそうですね、だからもうただただ普通に教えます、うん、普通のジムです。でも笑いとかじゃないです、うん、まあできたら笑わしたいですって、うん、できればできれば笑ってもらいたい。そうだから HG と一緒にジム行ったことあるんですけど、はい、津田さん笑わないでくださいって言われたからね。そうですね、笑わないでくださいって言われるのも、うん、笑わないでくださいって最初に言われたかまされたから。そうですね、だからそういうもんなんやなと思います。禁止されてるんですよ、うん、でもそう考え、うん、それあとゲームあるやん。でもこっちは面白楽しい、ゲームはそうですね、面白でやらせてもらってるんですよ、こっちはいいやんか、うん、だからそうですね、ジムの方がなかなか、うん、まあどうするか、そのまあ思えばもうその筋トレとかしてる場合じゃない奴らが働いてるんで、そのだもうちょい頑張ってほしいですね。お笑いとして、ね、芸人としてもちょっと頑張った方がいいんじゃないかっていう、ね、でもその仕事としてやってもらえるんでしょ、うん、その子らにはそこで、うん、はい、やってます。そこで勤めてもらってちゃんとお金にもなってます。あ、そうか、そうか、マッチョの、ね、新しい働き口として、うん、それが良くないっていう可能性ありますよね。ある程度もらえちゃったらもうお笑いいいやって、そのいいバイト見つけちゃったみたいな。なるほど、なるほど、そっち側に吸収されちゃう可能性ありますからね、もうこれでいいやって。そうなんですよ、もう、うん、その一回社員さんに言われたんですけども、うん、なんかマッチョ芸人で話したら、うん、もう上に上がる気がないって、うん、いう話をしてまして、そんな芸人がいるのかっていうのを真剣に相談されたことがありまして、うん、よくないですか、うん、よくないんか、うん、そうですね、うん、ほらもうこのジム閉鎖そうなの、閉鎖もうそうですね、なんとかまたリニューアルしていかないと、どんどん、うん、そうね、でもまあ毎年やっぱマッチョ芸人っていうのは NSC に入ってきまして、うん、やっぱ今年2人入ってきてますから、ね、うん、とんでもないマッチョ芸人が、はいはいはい、本当その令和っていうんですかね、そのなんか、うんうん、ゆとりって言ったら言葉悪いかもしれないですけど、うん、そのなんかすごいマッチョなんですよ。野田のもう倍ぐらいあるんですよ。倍ぐらいありましたね。本当にごっついやつがいて、うんうん、その見してほしいじゃないですか、体。そらそうよね、うん。ちょっと脱いで見せてよって言ったら、うんうん、断ってくるんですよ。うん、恥ずかしいんです。NSC ですよ。恥ずかしい。マジカルラブリーですよ。あら。ちょっと見せてって言ったら、無理っす。やります。でも考えてみたら、うん、まあそうか。
ですよね。そのマッチョだからお前は優しすぎるんだよ。マッチョだからといって脱ぎたいとは限らない。いやまあそうなんだけど、マチョハラですよね。いやマッチョそんなこと先輩ね、先輩が異性ねんから。そうなんですよ。それは別に、ね、何するわけでもないんやから。しかもその恥ずかしい体じゃないじゃないですか。その、うん、そうそうそう、そう言わいじられる覚悟でやれよ、うん、お笑いをしかもやってるんだから、うんうん、絶対見せろってなるじゃないですか。なるなる、それはなるよ、ほんまに。そうそう、ぶち切らそうだと。それはもう女性に置き換えたらもうすぐ分からないです、うん、男性のために服を選んでるわけじゃないですから。自分が着たい服を着てる、それでお前セクシーで誘ってんだろうって言ってる男性はおかしな話ですから。何の話してんの。芸人のマッチョは話違うだろっつって。マチョハラも同じことですよ。いや芸人だから。いやほら、あのミルクボーイの駒場もそうやねんね。そうです。駒ちゃんも、はい、全然脱がないです。全然脱がへんし、うん、それはいいですって。あそこだけ硬くなり、筋肉だけ。マッチョじゃないって言いますからね。いい加減にしてくれよ、もう。自分はマッチョじゃない。もうそう。罠が過ぎる、本当に。ほんまに。でもいろんなことやってんねんね、てますね。ね、ほんまに。大宮セブンも。大宮セブン。だって、めちゃくちゃ有名になったもんね、大宮。有名になった。本当にありがとうございます。いろんな番組で名前出していただいて。なんか、そう。番組も始まったでしょ。始まりました。そら行け大宮セブン。で、あの、マジカル忘れたあかんのは、さんまさんは行くって一言言ったからね。はい、言ってますよね。嘘か、本当か分かる。それで実際、あの、リニューアルしてますし、大宮劇場の楽屋を厚くしまし、うん、それ行け大宮セブン出てくれるかな、さんまさん。テレビ埼玉ですけど。BS。テレビ埼玉と BS 吉本の。BS 吉本。潰れてしまうかもしれないですけど。大丈夫かな。いけるんちゃう、言うたら。いけんちゃう、意外と。ギャラ。みんなが止めるらしいですよね。もうさんまさんの周りの人たちがさんまさんを止めると聞きますよね。そうなんや。さんまさんでも一回千葉テレビかなんか出てませんでした。出てますよ。そうっすよね。アンジャッシュさんなんですね。だからワンチャンあると思うんですけどね。その勢いでちょっと行ってみれば、うん、いけるんじゃないかな。みんなでお金出し合ってギャラにするっていうのでなんとかならないですかね。もうノーギャラでこうなったら、うん、あもうこうなったらノーギャラで、うん、勢いでそうたくさん喋っていいですって言えば、うん、そうそう、だどっかで会うでしょ、どうせ現場で、まあ、そんなところでお会いできたと、工場委員会で言うやんわ、ほんまや。そうですね、確かに番組始まったんでっていうのは一個フックとして、そうそう、絶対来てくださいは言えるかもしれない。工場委員会の時はすごい言えるんですよ、うん、その来てくださいよ、なんで来ないんですかって言うんですよね、うん、いざ来られたらっていうのがありますよね。僕らはいいですよ。僕らはまだ、うん、まだ耐えれますけど。あ、そうか。他のメンバーが面識ない。面識ないですよね。ガシャンってなっちゃう。わちゃわちゃガチガチになっちゃうかもしれない。うん、他誰やったっけ、囲碁将棋。囲碁将棋。囲碁将棋とかあったことあんのかな。まあ、GAG。あ、GAG ね。ジェラードン。ジェラードンですね。末広がり。ああ、末広がり。あとまあ、タモンズ。タモンズはもうペシャンコにされる可能性ありますね。圧だけで。見てみたいけどなぁ。鼻血出るの。なんかわかんない。鼻血出ると思うんですよ。急に。スーッて。いるだけで。タモンズ仕切りで。タモンズ仕切り酷なこと言うな。いや、俺それと絶対見るわ。さんまさん、ひな壇なんて僕一回も見たことないかもしれない。ひな壇で一回端っこ座らしてみた。端っこ座らしてね。うん。そうそう、いつもあの、フジモンがおるよ。ああ、はいはい。どんぐらい気になるなぁ、ね。端っこからどう立ち回るのか見たいですね。そう、見たいやん。そうそうそう。個人的に絶対実現してほしい。俺も見たいから。見たいですね。見たい。これはお願いしましょうか。でもいろんな番組もいろんなとこ顔出して、はい、そうですね、ロケとかも行ってるんですよ。ロケもちょっと行かせていただきましたし、うん、うん、どんなロケ。いや、うん、もうな本当になんか 飯を食いますよね、とにかく。あ、そうなの。テレビってこんな飯食うんだっていう、うん、めっちゃ飯食いますよね。あ、なんかでも、うん、食べてコメントしてるイメージないな、マジカルラブリー。できないんですよ。あ、やっぱり。むずいっすよ、あれ。ふざけちゃう。どっちに行っちゃう。今んとこ、その食べて、うまっちょか、甘いもん食べて甘っちょの日本の、はい、日本刀でやって。ふざけちゃうっていうか、すごい刀でやってる。うまっちょ、甘っちょ。二つでやってるんですよ。意外にまだ忘れちゃうのか、一週間経ったら。それラビットでしょ。ラビットとか、まあそうですね。ほんといろんなのでもう。ラビット俺は大爆笑しましたけど。なんかでもあれだけでやれてるんですよ、今。やれてないと思うんですけどね。なんか最後の現場かな、そこでうまっちょとか言ったけど、その鏡越しでちょうどカメラさん映っててんけど、二、うん、人ともちっとも悪くない。いや、一回も受けたことないんですよ。それをずっとやり続けてるんですよ。まあ、やり続けるのか。あーあーっていう感じになるんですよね。だそう言えないんですよ。どうで食のことかどうですか。いや僕らも全然ダメ。僕らも不得意です、ね。でもなんか、いけそうやけどね、村上。飯が好きなんですからね。好きな人はね。飯は好きなんですけど、うん、できないんですよ、なんか。恥ずかしいって言ったらあれですけど。うまいな、渡辺徹ですがあるやんか。あ、うまいな。あ、
そう。育英の料理よりうまいです。渡辺徹です。あ、いいありがとうございます。で、カリッと青春のポーズやってた。ありがとうございます。それだ。あれさんまさん、あ、駐在さんでもやってなかった、うん、すごい滑ってた。で、ちょっとやめてさ、すごい滑ってたよね。でやめてくださいよ。言うてあげんといて、つよさん。渡辺徹やってますよ、多分。やってますよ、多分ね。いや、そっくりやねんな。いや、だから、そういう。見てんねん、もうすごい見てよ。見てんねん、ほんま。90年代の徹さん、そっくりやねんから。そう、渡辺徹出たら、だから追い詰められてるってことですから。最後の。それしかなくなっちゃう。そうか。必殺技ですから。もう出たらおしまいです。いや、ちょっと、あれ、でも、今度ちょっと やらせていただきます、本当に。食レポあったら。食レポで結構苦労するのか、はい、食レポとかは本当ね、難しいですよね。うん、常にね。まあ、でも俺はそのままで行った方がええかもしれない。まあ、でも。うん、まあ、うん、いいよ、マッチョな。うん、まあ、マッチョは本当に、マッチョだけでやってますね、最近、本当。ロケも何にせよ。脱ぎゃいいと思ってますから、最悪。こんな芸人じゃなかったんですけどね。そう。もっとヒョロヒョロのガリガリの、うん、なんかこの、うん、なんていうんですか、うん、ロン毛で、うん、空気感のある、センスのあるボケの方だったんですけど。又吉さんイズムと言いますか。又吉さんみたいな。はい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 。感じでやってたんですよ。うんうんうん、5年目、6年目とかまでは。今もう大喜利やってももうプロテインとかしか言わないですから。もういい加減にしてくれよ。アイデアがないですよ、ね。なお笑いにそんなことないやり過ごそうとしてお笑いをやり過ごそうとしてどうしたんどうしたん何なんですかねなんかもう、うん、何年か前から何年か前から過ぎ去れって思うんですよね笑いを求められるとこれでなんとか過ぎ去れっていう自分から向かっていこうという意思がなくなってしまってる。忙しすぎて、頭おかしくなっちゃって。ちょっと言えば、もうみんな見逃してくれると思ってる。変わるもんやなぁ。ほんまね。面白いけどな。いやー難しい。その食レポは本当に難しいですね。クイズ番組とかも、ね。あ、クイズ、ね、出させていただいてますよ。はいはい、はい。どうで出てらっしゃいますか？いや、出てない。クイズ全然。難しいですね。あれも、難しいクイズ。ボケても正解もどっちもダメな感じしちゃいます。そう。なんやろうね、あれどっちもダメみたいな。うん。一応ちゃんとこの答えようっていう意思で出てるんです、うんうんまあね、二人とも。なるほどね。この大悟さんに会った時に、うん、俺は一回もちゃんと答えたことはない。だからもう呼ばれなくなったって言ってて。なるほど。かっけーなるほど。その域にはまだいや無理です無理ですもうやっぱちゃんと、うん、いや僕に関してはそのちゃんと答えて間違えるんで、うん、すごいいや面倒くさいですよね野田さんに関して言うともうどっちも無理なんですよやっぱり、うん、ちゃんクイズも解けないしちゃんと正解するっていう方がもう残されてないんで、うんうん、覚えてたら変な空気になるしなるね確かに、うん、むずっちょっつってシーンってなってました、はい、むずっちょっ普通に間違えてこの人は物知らないなっていう空気になるから正解しすぎてもあかんの正解もねそんなことないと思いますよ、まあ、いいですけど、うん、はい、うん正解するんであれば、ものすごい正解しててほしいみたいな空気ありますよ、ねうんうん。なるほど。なるほど。たまに正解みたいな。めっちゃむずいっすよね。だから10問中8問正解しても呼ばれへんようになったけどな。それはありますよね。いや、そうなんですよ。中途半端。10問中8問は呼ばれなくなるんですよ、ね。呼ばれなくなる。ゼロ問なら呼ばれるんですよ。難しい。なるほどね。10問かゼロ問なら呼ばれるんですよね。難しい。あとどうなん共演者とかどうなん初めて会う人とかも多かったんちゃうこの。どっちが人見知りなうん。そうなんですよ。仕事中は持てないんですよね。だからその、僕一番怖いのは、うん、その収録中はあんま出ないと思うんですけども、うん、終わった瞬間怖いですね。最近その換気休憩みたいなの入るじゃないですか。はいはい、たまに、うん。あれで戻って、控室みたいでみんな集まってじゃないですか。うん、あそこが一番怖いですね。あそこどうしたらいいんですかね。わからんことないけど。相当、相当ね、人見知りやな。人見知りは多いすごいですね。喋れはするんですよ、うんうん。この間ありがとうございましたとか、はい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 、なんか、あれ面白かったですねとかは喋れるんですけど、はいうんうん、これみんなどうやって友達にしてるんですかね。あ、そうですね。え、そう。いや、俺らに相談するのはそれ間違ってるわ。いますその別ジャンルの芸能人のお友達っていらっしゃいます、うん、お二人。全くいないな、うん、俳優さんとかミュージシャンとか。いないね。高木さんもその感じだし。どうするんだろうなと思って。なるべくギリギリまで前室行かへんのかやったもんな、あの、前室とスタジオの間の、うん、ひらひらカーテンのところに入ってるかな。ほんと、ありますね。強しさんと、すごい背の高いひらひらカーテン。メッセンジャーの黒田さんがね、うん、お前強しやなって、すごい言ってきて、雰囲気とかその、うん、普段の感じとかが、そうなんだろうな。先駆者だなと思って。人見知り。なくてもやれるってことですよね。うん、やれさんがいてくれるっていうのは。やれることはやれるよ。村上はそれ喋れへんねんね。だから村上もそんなに。
いろんな前室で。いや、でも、まあ、喋ろうと思えば全然、その、うん、なんか、できる限りその女性のタレントさんとか喋りたいですし、そう、うん、なんかこう、仲良くなりたいなとは思ってるんですよ。うん、でも、その、やっぱ、こうパーティーみたいな行くじゃないですか、みんな。うんうん、あれはどのルートから行けるんですか？あれはわからん。パーティー。だってめちゃくちゃ毎日のようにどっかで行われてるんですよね。なんかあるわな、うん。パーティー、六本木とかでやってるんですよね。うん、どのルートが繋がってるのかわかんないんですよね。そうですね。でもすごいそういう、勝手偏見です。偏見ですよ。本当にものすごい偏見ですけど、はいはいはい、すごいその合間で喋る人は、なんかすぐ捕まるイメージですよね。やめてよ。偏見ですよね。すごい偏見ですよね。すぐ捕まる。自分の意見。もう個人的な。個人的な。そうそうそう。そんな事実はないです。そんな事実はないです。そうだとは言ってません。言ってません。何も言ってませんよ。さあ、マジカルラブリーでございます。一旦CMです。カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10-10暮らしの始まりにも素敵な出会いはあるよね。寄り添うように一般住宅からマンション建設、不動産管理まで、住まいのベストパートナー。プラスト。はい、赤ひげ薬局です。精力減退早漏に赤ひげのオットピン S。塗って効きます。オットピン S。JR 新橋駅前、フリーダイヤル 0120-032-655。赤ひげ薬局。この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いください。はい、ここで、中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。アッコさんとトークがしたいんじゃ。癖がすごいあのコンビが和田アキ子とトークで激突。ノブさんは果たしてアッコさんにも突っ込めるのか。千鳥が番組初参戦、アッコのいい加減に旋回は明日お昼11時。さあ、引き続きね、マジカルラブリーのお二人でございます。よろしくお願いします。カフもそっと上げますね。そうですね、これ上げた方がいいんですか？上げなくていいんですか？上げると別にいいんですよ。どちらでもいいんです。上げなくていいんですか？これ今喋れてるんですか？喋れてる。ルールがね、わからないんですよ。おもちゃですか、これ？いや、おもちゃちゃうちゃう。ライトが出る。普通に気づくに。俺もあれなんかな、これ縁かな。これね、カフってあるんですけどね、この普通はこう、上にこうレバーを押してこう喋り出すみたいな感じ。いいんじゃないですか？うん、もうでずっと、もう下げっぱなしでいいんですね。これもこの隣にあるボタンもわかんないです、この。あ、これはあれですよ、ボタンなんかトークバックがない。BT。向こうに行くやつ。うん、そうそうそう。わ からない。ラジオやってるよね。やってますよ。全部やってるんでしょ？昨日ですね。まあ、昨日というか、深夜か。そうですね。昨日の深夜やってて。はい、その時は僕上げて喋ってますよ。それ上げなくていいんですか？うん、マジでですか？どっちでも嫌がらせとかじゃない。いいんですって。さあ、メール来ております。この方、山梨県の方ですね。はい、ラボーナさん。はい、マジラブのお二人は毎回ゲストに来てくれたとき、その美しい肉体美を見せてくださいますが、最近は忙しくてたるんでるんじゃないですか。ぜひ、レイさん、トヨさんに見せてあげてください。ちょっと、何言ってるんですか。たるんでないですよ。野田だったらいいんですよ。つけてない。本当に。二人とも本当仕上がってますから。なんでそう、僕まで入れてくるんだよ。ほんまに何さんか知らないけど。知らないけど。野田君。まあ言っても、うん。でもそのクリスタルジムを作ったおかげでっていうのがありますから。なるほどね。それはまた、その、仕事も。うわ、仕上がって、いや、ちょっと仕上がってるな。
どうですか、ね、前回来た時よりもやっぱり細く締まってる。締まってる。締まってる。そうね。締まってる。うわ、すごいな、もう。さすが。無駄が一切ないやん。ねえ。大したもんでございますね。うん、なんもらえない。ほら、パン工場の休憩みたいな格好しよう、お前。パン工場。いや、白いですけど。白いです。近いっすじゃん。だいぶ閉まってんねやろな、うん、やっぱり。いや、それはだって1年経ってますから、ね、そうね、うん、腹割れてますからね、やっぱね。うーん、ひどえー仕上げてる。どえーじゃわからないんですよ。ボワンボワンボワン。千と千尋にいたんですよ、こういうキャラが。あの一緒にエレベーター乗ったやつが。神様あのなんか大根みたいな神様みたいな、それじゃないから。千尋のこと見るやつやない、一瞬ちらっと。じゃないから。うわ、おったおった。すげえ撮ってるけど。めっちゃおもろいコンビやな、これ。重要なんです。白いなぁ。白いですね。ブラックのあたり、吹き出物みたいな。汗が溜まるんですよ、これ。あ、そこね。うん、溜まるもんな。やだよ。白。1年ぶりに見ました。いつ脱ごうかって思ってたんですけど、予約助けてメールで助かりました。いい感じ。毎回毎回。3の3で脱いでるってこと、奇跡をね、奇跡を見てもらう。しょうがない、それはね、もう。脱ぎやすいような格好で来てくれたでしょ、どうせ。いつもこうですよ、ありがとうございます。ありがとうございます。仕上げてきたもんね、この日のために。仕上げてないのよ。さあ、もう一つ来ております。動く味噌汁さん。野田さんが出演した昨夜のトークイーンズ見ました。彼女さんからヒカワンと呼ばれているそうですが、お笑いにストイックな野田さんの意外な一面を見ることができてとても面白かったです。彼女が、あ、彼女がいてんね。非常になんかこのつまんないやり取りをしてるという。これつまんないやり取り、どういうこと？つまんない。意外に意外やった？うん。あなたかん、なんて呼んでるんでしたっけ？彼女。名前はあれですけども、まあまる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 にゃん。非常につまらないやり取りをやった。で、向こうが、その、にゃんはいるんかいな。ひかるくんなんで。はい。あ、本名は。はい。ひかわん。ひかわんとなってますけども。ひかわん。ひかわん。はい。ちょっとあれ、全員出てください、あの番組。本当に。もう人、それぞれ出てほしいんですよね、芸人。同じ目にあってほしい。本当ね、工場委員会よりすごかったですから、やっぱ女子だけが集まると。トークインズ女子が。はぁ、そうなんや。男子一人真ん中に置いて、他周りがもう若月さんとか、サッシーとか、おしゃべりに組んで、ガンガン来るっていう番組なんですけども。あ、もうできない。防御できない。防御できないです。もう、やられた、もう、劣勢です、ずっと。もうやられっぱなし。やられっぱなしです。すごいやっぱ。丸裸にされちゃって。はぁ。一緒に住んでんの、今。はい、一緒に住んでます。あ、どうせ。あらぁ。気持ちええちゃうね、ハムスターが。ハムスター持ってんねや。ハムスターも飼ってます。気持ちええちゃうわ。甘えて、いつも甘えてんの。そうですね。嫌なぁ。ハムハムがいますいつも甘えて。甘えて。どういう時一番甘えてんのよ。それはもう、その。うん。朝方。喋るの下手だね。まあ、なんで続く延長戦なんて遠くに俺終わったんですよ遠くに行った駐在さんやって緊張してたんだよ今すごいね本当にねもう忙しい中来ていただきましてはい、なんか告知がございましたらあ、そうですね、はい、オールナイトニッポンゼロを、はいはいはい、毎週木曜深夜27時、うんまあ、3時からやっております、はい昨日が、ランパンプスの寺内優輝という方が来ていただいて、はいまあ、予言をたくさんしていただいたんで、はい、ぜひタイムフリーからお聞きいただければと思います、ねはい、本日のゲストマジカルラブリーのお二人でしたありがとうございましたありがとうございました。政府から新型コロナウイルス感染症関連の中小企業向け支援策事業復活支援金のお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響を受け2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上が2018年以降の同じ月の売上と比較して 30% 以上減少している中小法人個人事業者の皆様は業種や地域を問わず支援金の対象となる可能性があります。給付額は中小法人は年間の売上高に応じて最大250万円個人事業者は最大50万円です。申請は5月31日まで。
申請前に必要な事前確認は5月26日が締め切りです。詳しくは事業復活支援金で検索、または0120-789-140 までお電話ください。おなじみのこの曲、漫画の神様手塚治虫さんの代表作鉄腕アトムのテーマですよね。実は今年2022年は漫画鉄腕アトムの連載開始70周年なんです。今日は今月の初め大反響につき確保した27体が即日完売した漫画鉄腕アトム連載開始70周年記念純金フィギュアを改めてご紹介します。リクエストにお答えしまして、手塚プロダクション公認のもと今回新たに17体確保しました。数が少ないですのでなくなり次第終了となります。お悩みの方はなるべくお早めにどうぞ。これ世界でたったの100体だけの限定フィギュアなんですよ。100体だけ？そうなんです、世界中でですよ。フィギュアの左足のブーツの裏にあなただけのシリアルナンバーが入ったあなただけの純金アトムです、はい、純度 99.99% 24金45分の1スケールの純金アトムなんですが、うん、純金フィギュアとしては非常に珍しい空を飛んでるようなデザインなんですよね、うん、漫画の世界から飛び出して力強くこう空を飛ぶ姿、堂々とした輝きを放っています、はい。今ね、剛さんの手元にもありますが、そう、レイジさんもぜひ白手袋をして、はい、触ってみてくださいね。手袋してたら大丈夫ですよ、はい、持ち上げると、おー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 、そうなんですよ、ずっしり重みを感じますよね。すごいわ、これが純金の証という。わすごい、かっこいいな。 このね、凛々しくてたくましい姿、時代を超えて愛され続ける理由としてうなずけますよね。難しい純金の加工にもかかわらず、職人さんが一点一点命を吹き込むように丁寧に表現してるんですね、はいはいはい。一般的に純金のフィギュアというと中が空洞になっているものも存在するんですが、うん、こちらはもう持って分かる通り、はい、中までギュッと純金が詰まっている無垢の金ですからね。3センチながらずっしり16グラムです、手にした重みが小さな体でも10万馬力のアトムを感じさせてくれますよ、うん、あなただけのアトムが傍らで輝いて元気を与えてくれること間違いなしです、はい、漫画鉄腕アトム連載開始70周年記念鉄腕アトム純金フィギュア税込み41万8000円です、うん、シリアルナンバーの指定はお受けできませんのでご了承ください、はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。つぶさんの手元にありますのが、はい、フィギュアを飾る専用ディスプレイなんですよ、うんうん、これも特別仕様なんですよね。でこのディスプレイを使うと宇宙や空を飛んでいるシーンを彷彿とさせる、そんなポーズのまま保管できるという。なるほど、飾ってよし送ってよしなんですよ。漫画のアトム大使ってご存知ですか、うん、知らない。この漫画の中では、うん、登場人物の一人として出ていたんですって、アトム、はいはい、読者から絶大な人気を得て新たに連載されたのがその後の鉄腕アトムだったということで、子供の頃に大好きだったアトムをお子さんとまた一緒に楽しむというのもいいですよね。価値ある一品です。世代を超えた宝物になります、うん、漫画鉄腕アトム連載開始70周年記念鉄腕アトム純金フィギュア税込み41万8000円です。関東1都6県は送料無料です。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。子羊たちも元気いっぱいすくすく成長中。うわー綺麗、地面も空も真っ青、澄み渡る青空と新緑の中でおよそ100万本のネモフィラの花が今見頃。詳しくはウェブで。強しエンレイジー from 中川家オーラディオショー
さあここからはこちらのコーナーでございます。クイズ正解は東島。優しい拍手をありがとうございます。中川家のお二人と東島の絆を確かめるコーナーです、はい、リスナーの方からいただいたお題に対して剛さん、礼二さんが私が何と答えるかというのを当てていただいています。お二人とも正解した場合はお題を送ってくださった方にステッカー4枚セットでプレゼントしますよ、はい、よし先週礼二さんが正解してくださって、ね、はい、季節でしたっけ、季節は冬だというの正解、理由までつけてくださって、はい、もう嬉しくて拳を握りしめましたが、あ、ま、今週もあの、ね、はい、よし取れてまで言うことちょっとあのインスタの写真のようによし行くぞ、はい、では、はい、問題いただいています。この方、うん、埼玉県にお住まいの斉藤ラララさん、東島が好きな野菜は何でしょう、うん、野菜は広いな野菜広い、ヒントなんかちょっと野菜って広すぎるんで、どう調理しても万能ですね、多いしな、そんなそう、前もねこのラジオショーでもなんかお話ししたことあるん、言っておりますか、この具材好きだなっていうお話をしたことがある、わかった、いきますか、シンキングタイム終了です、はい、カンカンカン腹立つわこれじゃあせーので参りますよ、強めのちゃん似てんねそうですね、私が寄せてしまってるんでしょうかわかったぞ、じゃあ剛さんからお願いします、はい、大根、レイジさんお願いします、全然ちゃう、それ絶対ちゃう、玉ねぎ、ナス、んえ、ナス、ナス、言うたこと、言うたことないって東島さん、それはナスなんか一回もないわ、言うたこと、嘘ばっかり、嘘ばっかり言うてるね絶対言うたない、言うたない、ナスビ、言うてない、腹立つ関西人腹立つ声のでかい関西人、ナスビは言ってないって言うてないですか、ナスって言ってない、言いましたよ、言うた言うてますやんか、ナス、ナス、え、ナス、ナス、サファリパーク、ナス、いやちゃんとあるけど、お味噌汁の具もね私ナスが好きだって言ってました、はい、バカも言うからてっきり玉ねぎとかと思う、絶対大根の方がもっといろんなものに、いやそりゃそうせえと思う、もう変更できないんで、いやそうですね、ナスなんで、ナスなんや、ナスでしょ、そうなんです、すいません、このクイズにカロリー使っていただいて、そうなんです、いやいやもう真剣にやってますから、残念ながらでしたが、はい、斉藤ラララさんにはステッカーランダムで1枚プレゼントしますのでお待ちください、はい、クイズ正解は東島、クイズ問題をメールに書いて ngk@1242.com まで、住所と本名も書いてお送りください、はい、締め切りは来週、再来週かな、再来週の金曜日午前10時までです、はい、懸命にクイズと入力してお送りください、はい、以上クイズ正解は東島でした。いつも声を聞くあの人に聞いてほしいことがある、好きなもの、くだらないネタ、僕の本当の胸の内、そんなリスナーの思いをつないで生まれる朗読劇、リスナーたちの星空、出演は佐藤しおりほか、4月27日から紀ノ国屋サザンシアター、詳しくはリスナーたちの星空で検索。さあテーマメールの方紹介したいと思います。テーマは長身近でございます。この方は愛知県清須市の方ですね。ラジオネーム三木助1時45です。長身近、身近と思うのは、三重県の地名津です、うん、駅を通過するとき看板に書いてあるひらがなの津の、一文字はなかなかのパンチ力あります、うん、津って書いてるもんね、これはそうやと思う、津です、ね、次は巣です、そう立てるもんね、やっぱりね、車掌さんもある言うとき ね、この方伊勢原市の S40 さん、同居している20歳の娘はお風呂の時間が長く、タッチの差で先に入られた日には、優に1時間半は待つ羽目となります、うん、
ね、何してんのその1時間不思議やねんけど1時間もお風呂入られんねんけど逆に、うん、ああそれはもう男はってか、まあ、俺もう無理やね髪の毛に時間かけてる髪の毛も洗い体も洗い、うん、そしてお湯に浸かってだんだんお湯減らしながらのんびり浸かるんですよえ使ってる時間か、はい、が大体長い、はい、でそこに携帯なんて持ち込んじゃったら大変ですよああ、ね、パッパッパで終わりやけどな払うぐらいですまずは入って石鹸取って泡立、はい、てて、ってはい、わきわき股間、うん、でシャーって流して、うん、ジャバーンあーもう今よいしょおや1分ぐらいですよ早いな、それはそれでね。なんやったらもうさっきお湯出してもね、キュッキュッキュッって、シャーって、ほんでガチャッと閉めて、なんかシャーお前わかるよ。ガチャッ、シャーって、もうそのままシャー髪の毛あろうて。髪の毛、あー。一緒やな、家やな、兄弟って一緒ですよ。何やろ、さっきシャワー出すのな。何の意味もないやろ。何やろね。何やろな、最短1分あるね。ずっとどれぐらい使ってられる、もうそれ無理でしょ、だから。1分も30秒ぐらい。やんな、もう。うんなんどほんまにそれ私は普段30分ぐらいはい気がついたらシワシワですけどね手いや飽きませんやんそれなんかシワシワ信じられへん30分も使うお水とか持って行ったりしますお水を持ってはいはあ汗出してみたいなそうですもうそれだけで疲れそうやね、うん、だタケノコみたいにアクみたいなの出てくるんだ30分入ってたどんなんなのいや入ったことないから俺は30分もどんな体や思ってんだよ東島さんのことえいや悪出るって悪とか出そうやんか出るかデトックスじゃあお二人温泉とかはどうするんですかいや温泉行っても浸かりますけどそんな、うん、30分もよう浸からんもん、うん、好きな人はね男男性でも、うん、たまにこうあの石のとこに腰掛けてまた入ってこうそう繰り返す、ね、繰り返すねそれはできるか、うん、温泉行ったらそういうことはでもなかなかずっと湯船にはっていう、うんうん、減らしながら言ってましたねそうですね何ですかそれどんどん半身浴みたいな感じでちょっと怒られるかもしれないですけどちょっと水抜いちょっとお湯抜いて、はい、だんだん変えていくわけですねお湯の量をでお湯も冷めていくし、うん、だんだんぬるま湯になっていってこれで上がってからも長いわ女の人やったらいろんな パタパタやってるでしょ、ね、塗るものも多いですし塗るものなんかパタパタドライヤーでしょ、はい、あドライヤードライヤーが嫌いでえそうみんな女の人あれがもう苦痛で風呂入りたくないんでしょあれ進化しないのかなって思います、あれが嫌いめんどくさいあいんよあいんよあいんってずっと言わしてるのかも言えないなドライヤーと掃除機は、うん、まあそんなには進化しないねそうね確かに一瞬でないんかな、うん、その、うん、あれもう髪の一瞬で乾くとか、まあね、無理か無理やななんかヘルメットみたいなかぶってね、はい、一瞬でフェッとこう乾くやつは一番楽やねんけど、うん、ほんまに難しいなそかそうもうなんかあんまり乾かさんとちょっと蒸すんで出てきたりとかしようねもう乾かせよと思うねんけどちゃうんやめんどくさいねとにかくめんどくさいねえ、はい、いやいや一番もったいない時間な気がしますねあのドライヤーの時間ですかドライヤーの時間うわなんとかなそこを考えなあかんな美容系の人がその辺ちょっと、うん、ね考えてほしいですよねいやそうねほんまにね一瞬でだから髪切りに行った時なんか、うん、あのセットしますかってあ大丈夫大丈夫大丈夫もう食い気味に言うでしょ女の人もあれつらいんですかね最後の仕上げのとこ待ってんの、ね、あやってくれるから大丈夫か楽しくもありますよねあそれやってくれる自分じゃできないアレンジをそうですよね後ろはねそうそう巻いたりするのも自分よりやっぱり美容師さんにしてもらった方がくるっと可愛くねいける後頭部見て笑っちゃうんですもんねそう後頭部で笑って滑稽な形ここ見て後頭部のそうなんですこの後もメールお待ちしていますは2時53分になるところです安心と安全を運ぶ千葉県トラック協会がお送りする日本放送ニュースですニュースデスク遠藤さんお願いしますはいそれではお伝えします東京都は新型コロナウイルスの再拡大を防ぐためにリバウンド警戒期間を来月22日まで延長するとともに飲食店の人数制限を1テーブル4人から8人に緩和することを決めましたが
小池知事は先ほどの記者会見で新規感染者の数が十分に下がりきっていない中、人の動きが活発になる大型連休を迎える前に改めて注意を呼びかけました。感染防止対策の徹底ということを繰り返し申し上げたいと思います。都民飲食店の皆様方には今回1テーブル8人までの利用を可能といたします。で、飲食店の皆様も店内の換気の方徹底をしていただきたいと思います。皆さんと共に取り組んで何としてもリバウンドを回避していきたい。引き続きのご協力をよろしくお願いを申し上げます。またワクチンの3回目の接種率が低い状況を踏まえ、ゴールデンウィークなどを使って接種を受けるよう呼びかけました。そんな中、 WHO 世界保健機関は22日アメリカファイザーの新型コロナウイルス感染症の飲み薬パキロビットを重症化する恐れが高い患者に強く推奨するという見解を発表しました。パキロビットについて WHO は3000人余りの患者を対象にした臨床試験の結果、重症化する恐れが高い患者の入院率を 85% 低下させたとしています。また WHO はこれまで使用を推奨しないとしてきた抗ウイルス薬レムデシビルについても重症化しやすい軽症・中等症患者に限り推奨するとして方針転換しました。それから千葉県成田市でペン型のカメラで通学中の女子高校生とのスカート内を盗撮したとして市町村組合の男が警察に現行犯逮捕されました。千葉県の迷惑防止行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、成田市宝田に住む千葉県市町村総合事務組合の職員、小川隆容疑者41歳です。警察の調べによりますと、小川容疑者は通勤する途中の昨日午前7時ごろ、JR 成田駅につながるエスカレーターで17歳の女子高校生の背後から動画撮影機能付きのペン型カメラでスカート内を盗撮した疑いが持たれています。撮影する小川容疑者の姿を目撃した会社員の男性が取り押さえたということです。おしまいに、着せ替え人形バービーで知られるアメリカのおもちゃ大手マテルは21日に96歳の誕生日を迎えたイギリスのエリザベス女王の在位70年を記念し、女王をモデルにした人形の販売を発表しました。これはイギリスのメディアが伝えたもので、人形の価格は75ドル、日本円でおよそ9600円で、白系のドレスに頭には女王が結婚式で着用したティアラを模した飾り物をつけています。ロンドン中心部の高級デパートハロッズや老舗おもちゃ店ハムリーズのほか、アマゾンなどで販売される予定です。この時間のニュースは以上です。遠藤さんでした。ありがとうございました。ドライバーの減少、人件費の上昇、燃料費の高騰、配送コストの増大、トラック運送業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。それでも日本の物流を支えるため今日も走り続けています。千葉県トラック協会。時刻は2時56分です。日本放送交通情報です。警視庁の小池さん、よろしくお願いします。はい、圏央道の内回りの通行止めが解除されました。圏央道の大栄ジャンクション方面からの内回りの牛久阿弥インターと筑波牛久インターの間の故障車に伴う通行止めは解除され通れるようになっています。外回りは事故のため渋滞しています。圏央道の外回りから関越道両方向への鶴ヶ島ジャンクションでオートバイの事故のため圏央鶴ヶ島インター付近まで2キロ半渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で9キロの渋滞、中央道の上り線は神奈川と東京の境の小仏トンネル付近で1キロの渋滞、下り線は勝沼インター付近で事故のため3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は有働のラジオの中で3時56分頃お届けします。それでは、テーマメールいきましょうかね。テーマ長身近でございます。この方、富山県辟易、の人、いつも長と思ってしまうのはドンキホーテのレシートです。安いので足りなかった日用品や食料とあれこれカートに入れてしまうので、お会計時のレシートが長くてびっくり、さらにお会計にもびっくりしてしまいます。なるほど。買い物ね、レシートね。買っちゃうもんね、何でもかんでも。ついついサミットも長いですけどね、領収書と。
自分長いねー自分が思ってるよりギュッと長いのが出てくる、ね、もう嫌になるね あのレシートさえ出てくる時間さえ待たれへん自分が嫌いですわじりるじりりりり早く早めに取ってさおかしなことになるからね、うん、ゆっくり行きましょう、はい、前のやつくっついてる時もあるしアポロステーションの出光興産好立地続々オープンハウス他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から日本放送ショーアップナイターお父さん電車ごっこしよう。ガタン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 。まもなく京都京都。左手に見えますのは滝石廟でございます。その情報誰向け？京都京都の種の会社でございます。種の滝。競馬ってさ、新聞をババッと広げて馬の様子をザザッと見渡してこれだって馬をガガッとしまって、そしたらアドレナリンがドバッと出て狙ったレースをガバッと勝って、そんな感じでやりたいよね。競馬ファンの夢をズバッと叶える、サンスポズバッと。あなたの競馬がズバッと変わります。鳩のマークの引っ越しセンターです。親切丁寧安心がモットー。タンス一つでも OK。 無料お見積もりは0120-191900、鳩のマークの引っ越しセンターまで。産地です。ザ・ラジオショー産地です。午後3時を回りました。中川家の0時です。寿司です。日本放送東島恵里です。中川家ザ・ラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町、有楽町日本放送から3時30分までの生放送でございます。それでは3時のつゆめろちゃんのお天気です。お願いします。はーい、が長かったね。いい天気ですね。天気もええからやっぱテンション上がってるんですかね。いい天気、うん、はい、イエーイってどういうことでしょうね。天気見てイエーイイエイイエイ。さ、気温の方は 23.6 度、はい、湿度が 61.7% です。はい、ね、もうかなりあったかいですけどね。イエイ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 ってどういうことなんでしょうね。よくわかりません。この方また来てますね、お便りがね、はい、横浜市のりょうさんです。もしりょうさんです。長いですね、りょうさんも。りょうさんも大ファンですからね、ちゅうめろちゃんの。もし、りょうさん。うん、りょうさん、今読みますからね、はい、今からね。もし、YouTuber になったら、どんなことがしたいですか？あ、YouTube。ちなみに YouTube とかやってるんですか、ちゅうめろちゃんは。やってない。やってません。やってない。はい。やる予定とかは。予定は今のところないです。もしやるとしたら、どういうことをやりたいですか？あの、スポーツジムの YouTube やりたいな。はい。やめといた方がいいんちゃいます？強めのジム、どうでしょう？強めのジム、強めのエクササイズ、どういう、どうでしょうか？どういうエクササイズ？あの運動、あのマットを敷いて、はい、はい、元気印だぞみたいな女の子を雇って。元気印だぞ、いや女の子を雇ってていいじゃないですか。39歳ぐらいの人ですか、ね、うわ、これから、これから。説得力がありますからね。説得力がね。私あのマンションを持ってますので、はいはい、その一室を借りて、うんうん、ライトを当ててやろうかななんて考えてますけど、私の働いてる従業員を、はいはいはい、そのヨガインストラクターみたいなのやらせようかななんて考えたこともございますけれども、ね、なるほどね、はいはい、後ろは観葉植物置いてあります、ね、その通り。あ、その通り、正解でしょ、ありがとう。その通りですよ。なるほどね、今とかやってないですけど、やるよって。もしかしたらヨガの YouTube もつゆめろちゃんが、つゆめろちゃん出ないんですよね。違う、私が雇ってる従業員、従業員ですよね、ヨガの経験者がいますので。元気印でしょ。元気印の39歳です。はい、全員やらせて、やらせようかな、やらせよう、上から思ってますけどね。思ってますけどね。なんか最近怪しいんですよね。あの、最近よくこれ聞いてくれる知り合いがいるんですけど、はいはい、それは、はい、ただのおばさんですかと言われてます。なんか原型が分からなくなって。そうですね、あの、多分みんなもそうやと思う。僕聞いてるこっちももう全然原型最初どんなんやったかはもうあんま覚えてないんで。こんにちは。それかな、うん、こんにちは。
あ、それやりだしてからおかしくなってますね。息をいっぱい吸うようになってからおかしくなってます。うんって、うんって。ため口かいな、ほんまに。じゃっけえな、もうほんまに。ありがとうございます。お天気お願いします。はい、お天気です。今日はよく晴れてますね。はい、午後2時までの東京都心の最高気温は 26.2 度でした。あら。暑いですので水分補給忘れないようにしてください、はい、明日は午前中は晴れるんですが午後は雲が増えて夜になると降水確率が 30% もしかすると雨がパラつくかもしれませんね、はい、そして日曜日は曇りのち雨の予報で降水確率が 60% です、はい、中川家座ラジオショー3時30分までの生放送です。最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が科されるのでご注意ください。まずは相続税がいくらなのか無料でご確認を。お電話は 0120-400-800-400-800 東京税理士会所属税理士法人48。The Radio Show。 BS 富士ウィークエンドインフォメーション。この時間はBS 富士がお送りします。さあここからは BS 富士で放送される番組の中から特におすすめのラインナップをご紹介する BS 富士ウィークエンドインフォメーションのお時間です、はい、BS 富士の番組はテレビのリモコンにある BS ボタンを押して数字の8のボタンを押すとご覧になれます。それでは参りましょう。今回紹介するのはこちら。あさって日曜日の夜7時から放送 4K シアター A。 さあこの曲といえばですよ、来週と再来週は2週にわたってアメージングスパイダーマンシリーズ、そして5月15日には地球が滅亡するというマヤの予言を題材にしたディサスタームービー2012、5月22日には永遠に色褪せない名作スタンドバイミー、うん、5月29日には真面目なタクシードライバーが冷徹なヒットマンに振り回されるトム・クルーズ主演のサスペンス映画、うん、コラテラルが放送されますよ。スタンドバイミーごっこっていうのはみんな通るものなんでしょうか。線路の上歩いたりしてですか、はい、やっちゃ意味も分からずやっちゃいますよね、あれをね、すぐやめますけどね、うん、やっぱり冒険への憧れっていうのがあるんですよね。秘密基地作ったりとかはありました？作りました。それに手を加えてくるおじさんとかいましたけどね。大人かもうちょっとこうした方がこっちは壁は立つからみたいな。刺激されたんですよね、好奇心がね、うん、あとはこれを 4K 映像で放送し映像で放送してほしいっていうものあったりしますか？ 4K の綺麗な映像で、ね、昔はねあれですけど、だからジャッキーチェンのブルースリーのアクションとかを 4K で見てみたいですよね。迫力がね違うかもしれませんね、うん、ブルースリーの映画でもね、うん、よくわからん急に猫が出てくるみたいな、よくわけのわからんシーンがあって面白かったですけどね。ああいうの 4K でしっかり見てみたいですからね。、うん、なんで猫がおるんここにって。そういうところが気になるんですね。そうなんです、そういうのが香港映画はよくあるという、うん、そうですね、なぜっていう、うん、関係ないやん物語が。そうね、いつかこのリクエスト反映されるでしょうか、うん、日曜日の夜に極上の映画体験をお届けする 4K シアター映画ベノムはあさって日曜日の夜7時から BS 富士で放送です。そしてあさって日曜日の夜10時からは中川家とコント、今回はおなじみの強めろアンサーと日本の社長とコラボした仕事の依頼のコントが放送されます。強めろさんはね BS 富士での露出もぐんと増えてますよ ね、いろいろお金稼いで、なんか、はい、結構僕はここだけの話、 BS は安い、はい、BS は安いです。安いとか言ってたやるって言うんだ。安いって言い方がもうにじみ出てるもん。失礼しました。そうですよ、ほんまにね、残ってる思ったらもう。そうですね、はい、神出鬼没ですからね、はい。そしてこの仕事の依頼では日本の社長を演じるマネージャーさんが剛さんとレジさんに謎の仕事を依頼してくるという設定で、はい、こちらもぜひチェックしてみてください、はい、以上 BS 富士ウィークエンドインフォメーションでした。日本放送
BS 富士ウィークエンドインフォメーション。この時間は BS 富士がお送りしました。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。ショーアップナイタートゥデイ、この時間はサミー、イエローハット、 NTT 東日本がお送りします。このスパ、ねえねえカズマカズマ、なんだよ想像しいな。パチスロとかいうクエストが始まってるみたい。この世界にもパチスロってあったんだな。なんて台なんだ。パチスロ、この素晴らしい世界に祝福を。俺たちじゃないか。サーミー。皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80合わせて1680、つまりイエローハット以上になります。イエローハット。私は店長松岡真由。お店での温かい接客には自信があるが、もっと売り上げを拡大するためには何をすればいい？店長、ホームページでオンラインでの接客も始めません？いいね。でもどこに頼めばいいの？ご相談ください。 NTT 東日本。ショーアップナイタートゥデイのお時間です。日本放送では夕方5時30分から中日対巨人戦をお送りします。この時間は今日の実況担当、諸岡正夫アナウンサーにポイントを伝えてもらいましょう。諸岡さん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。今バンテリンドームにやってきてますけどもね、はい、ドラゴンズの面々がバッティング練習を行っているところです。はい。巨人はね、好調の広島相手に東京ドームで3連戦3立てしまして、うん、今日から名古屋に乗り込んできたんですが、うん、広島が昨日敗れまして、ドラゴンズが試合がなくて2位に上がったんでね、はい、でこれで2カード連続1位2位の直接対決という形になりまして、はい、去年巨人は3位で中日は5位でしたが、うん、カードを勝ち越したのは中日でありまして、巨人からしますとちょっと図の悪い相手なんですね。その中で今日のジャイアンツ巨人の先発は菅野智之エース、はい、このところ2連敗中なんです。一方中日の先発は柳裕也、2試合連続完投1完封という乗ってるピッチャーなんですね、はい。そんな両投手の投げ合いが非常に楽しみなんですが、うん、中日は4月に入ってから10勝3敗と素晴らしく好調なんですよ、うん、今日からの3連戦どういう戦いになるかが非常に楽しみでありますね。はいはい、連日試合前にお送りしております遠藤武則さんと原監督のスペシャル対談、今日がねいよいよ最終日になりますんで、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います、はい、そうなんです。先発の菅野投手の話も出ますので、ぜひチェックしてくださいね。はい、元気プレゼントもありますからね。はい、諸岡さんでした。ありがとうございました。はい、夕方5時30分からの中日対巨人戦お楽しみに。 An X Nippon Express。 良い選手を集めるのではなく、良いチームを作りたい、そんな思いが彼らを大会ごとに強くする。私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。 We have Samurai Spirit。 日本エクスプレス。私らしい時短がしたい、新しい車が欲しい、安心して走りたい、そんなドライバー一人一人の思いに寄り添い、嬉しいに変えていく。出光とシェルはアポロステーションへ。あなたの移動を支えるステーション、アポロステーション。東京に家を持とう、オープンハウス。東京に家を持とう、オープンハウス。東京に家を持とう、オープンハウス。え、何？東京に家を持とう、オープンハウス。どういうこと？東京に家を持とう、オープンハウス。だから何なのよ。東京に家を持とう、オープンハウス。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は日本エクスプレスホールディングス、井出光興産、オープンハウスグループがお送りしました。安全漫才のミヤゾンとアラポンです。お花が元気にすくすく、栄養たっぷりすくすく、みんなのお花もすくすく、ハイポネックス原液。お花すくすく、ハイポネックス、ハイポネックス原液。お花が喜んでます、ハイポネックス。
キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 さあ、それではテーマメールね、紹介したいと思います。テーマ、長身近でございます。この方は埼玉県川口市のコネちゃん。私が長いと感じるのは、東京駅の JR 線から京葉線までの乗り換えです、うん、ディズニーランドに行くときに利用するのですが、毎回長く感じます。レイジさんにお聞きしたいのですが、近道などあれあったりするんでしょうか？ずっと聞かれますよね、あれはね。これはほんまに長いですよ。あの、長いエスカレーターでしょ、歩くほど。歩くほど、はい、あります、あります。ミッキーマウスぐねーなってますもんね、天井で。あそこでずっとうーんって、ね、みんなぐったりの顔してますもんね。長すぎてそうなんですよ、帰りはね。あれはでも距離やから短くするってことは物理的無理やんね。早くすることはできても移動に、ね、移動ね。だから地下やから多分いろんなとこ掘ってるから長いと思うんで、うん、一番ええのはね、もう外歩いてください、上、うん、上歩いた方がまだ短く、これも感じる。距離は一緒なんでしょ、結局。距離大体一緒やと思う。ちょうど国際フォーラムのあたりの京葉線のこう降りる、また降りて、そこはそこで深いのよ。また見つかれへんねん、うまいこと。東京あるある、うん、もう使えへんのちゃうかと思うぐらい長いよね。初めて行った人はね。そうそうそう、騙されてんのちゃうかって。不安になりますもんね。不安になるもんね。なんとかならんかな。注意した方がいいわね、これはね。外ちょっと歩いてみんのもおすすめします。本当に、ね、僕は JR の人間やないんですけど、なんか申し訳ないです、本当にね。さあ、この方は栃木県足利市くにちゃん。愛車の軽トラを買った翌日、スーパーで買い物をしている時に駐車場に停めて、いるほんの数分の間にぶつけられてしまいました。あらら、綺麗に乗れていたのはわずか半日ぐらいでした。短っとがっかりしました。最悪やな。いや、あ、そうか、乗ってなかったんか。そう、のちょっと乗って止めて、その間にバーンぶつけられて、サービスエリアでぶつけられてパトカー来てんの、すごい切ないんだけど。で、車から家族が全員降りてきてんのも、あれなぁ、かわいそうで、な、行く途中か帰ってる途中なんかわからないですけど、どっちにしたって先急いでるもんな。サービスエリアでパトカー呼ぶってそんな最悪な旅行ないで。気ぃつけてください、このゴールデンウィークね。そうですよ、ま、事故ないようにね。はい、楽しんでください、はい、10時10分ですよ、ハンドルは。はい、10時10分ね。持ってってね、はい、両方でもさあ、この後は日本チャレンジドアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間は田中貴金属グループ、三井住友海上がお送りします。トヨタのバッテリー EV、
興味のある方はガバメントクラウドファンディングで検索してみてください。日本チャレンジドアスリートでした。雪印メグミルクからのお知らせです。実は年齢とともに骨密度はどんどん減っていくんです。そこで今注目されているのが骨密度を高める働きのある MBP。 この MBP を含む特定保険用食品トクホの毎日骨ケア MBP、 50ml の小さな瓶に牛乳およそ 800ml 分もの MBP が入っていて、しかもブルーベリー風味で飲みやすい。雪印メグミルクのトクホの毎日骨ケア MBP、 通常1本あたりおよそ182円のところ10本で税込み980円、1本あたり98円、送料無料。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-044-410、 0440410、 雪印メグミルクダイレクトまで。なお一家族一セット限り、牛乳アレルギーの方にはおすすめできません。お届け、お問い合わせなどについてもお電話で。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。さあ、中川家とラジオショーお別れの時間でございますね。ゲスト感想来ております。この方秋田県の方ですね。短足コーギーさん、クリスタルジムの話面白かったです。つゆさんも猫カフェ経営してみてはいかがですか。あ、いいね。そうなるかな、猫カフェ。吉本噛んできますけど。あ猫は噛まへんのに吉本が噛む。噛む。あら、痛い。いや、あら、痛いじゃない。まあ、痛いよね、確かに。吉本が引っかいてくる。引っかいてくる、そらそら。痛い。痛い。そっちの方が痛いよね。猫に引っかかれるより。そうや。そうや。そうか、そっか。で、やってみいひんかとか言われる可能性もある。電車のカフェやったらいいやん。あの、ジオラマの。いや、場所が、あ、ジオラマ。君ロケ行くけど、ジオラマあんま見えへんよね。僕、あのさ、好みあるから、そら、ジオラマでも、走らせる、もう、電車が好みじゃなかったも一切見えへんね。すごいですね、とはなるけどね。さあ、来週の中川家ザ・ラジオショー。来週はですね、特別番組のため、お休みでございます。大きい声で知ってたやろって、ええやないんですよ。明日のサンドイッチマンザ・ラジオショーサタデーのゲストは、本邪魔家の石塚さんとブラマヨの小杉君、うん、そして来週月曜日ナイツザ・ラジオショーでございますけれども、ゲストは大自然でございます。大自然、はい、はい。そしてお聞きの日本放送、この後はウドのラジオなんですが、はい、お隣のスタジオ、ウド由美子さんとつながっています。はい、ウドさん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私もつゆしさんの猫カフェ行ってみたいです。あ、猫、はい。お父さんでもワンちゃんですね。ワンちゃんなんですけど、猫ちゃんも大好きなので、そうなんですか、はい、吉本さんにお金が入るとしても猫カフェ行きます。今日はこちらはスナック由美子で、はい、松村邦弘さんが来てくださいますので、はい、2人で阪神話で盛り上がろうって先週言ってたんですけど、はい、微妙な中で頑張らせていただこうと思っております。お察しします、ね、はい、すごい焼け酒になってしまうんじゃないですか。はい、よろしくお願いします。わかりました、はい、ありがとうございました。はい、じゃあここまでお届けしたのは中川家のレイジと強しです。強しと私はいいでした。我々とは来週お休みなんで、再来週の金曜日またお会いしましょう。さよなら、さよなら。